どうみさん、こんにちは。2020担当合格講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますアレックス専任講師の豊川と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回から全14回にわたりまして行政法規の講義を行ってまいります。で、ぜひですね、皆さんが2020年に担当本試験に合格できるよう、ね、行政法規につきまして私ね、一生懸命喋ってまいりますので、ぜひね、しっかりとお聞き逃しのないようにね、押さえていってください。で、その際にですね、できるだけメモを取っていってください、ね、こういう講義聞くときにね、聞きっぱなし、読みっぱなし、ね、いわゆる聞きっぱ読みっぱってのは絶対ダメなんですよ。絶対ダメ、ね、きちんとメモを取って形に残すっていうのが非常に大事ですから、ね、ですから私テキストにね、載ってないこともこれからどんどん喋ってまいりますけども、ぜひね、できるだけ皆さんの方ではね、メモを取っていってください。で、どこにメモしたらいいのかというと、よいしょ、こちらです。この後ね、この合格基礎テキスト行政法規、これを使って講義をしていきますので、ね、この中に適宜ね、どん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 書き込み等をしていってください。よろしいですね。で、基本的にこの講座ですね、使用するテキストが今ご覧いただいているこちら、合格基礎テキスト行政法規です、ね、これに沿って講義を行ってまいります。で、それに対してですね、こちら、ね、この足別行政法規、今ね、上巻写してますけど下巻もありますね、こちら、ね、これはレックから出しているいわゆる過去問集なんですけども、この足別につきましてはね、基本的にはこの講座の中では使用はいたしません、ね、皆さんの自習用の教材としてお使いください。いいですね。で、最初はこちら、この合格基礎テキストを使って皆さんの方でね、まずはね、重要な知識、基本的な知識を、ね、各法律ごとにしっかりと押さえてください。いいですね。で、最終的にはね、最終的にはっていうのは、この講義一通り全14回を聞き終わった後はこちら、ね、この足別に着手してください。で、最終的にはこの足別行政法規、ね、可能な限り本試験まで繰り返してみてください、ね、一回やっても全部覚えたよって方はいいんですよ。できる方はいい。でも、なかなかそうはいきませんから、ね、可能な限り、ね、この足別行政法規を本番まで繰り返してみてください、ね、で、この足別行政法規、レックから出している過去問集なんですけども、ちょっとね、中身こちら見ていただきますと、ね、これ基本的にはもう鑑定理論と同じなんですけども、ね、そうですね、こちら、まあ、どこのページでも構いません、こちらね。で、こんな感じで左にね、それぞれの過去問の問題で、右にその該当する問題の解説がね、こんな形で上がってますんでね。で、この星印ですね、これも鑑定理論と同じですけども、重要度、それぞれの問題の重要度を星3つで3段階で表示してます。3段階で星3つが一番重要、星2つがね、次に重要ってことで、で、星1つもね、ありますかね、あ、こっちに出ますね、ね、例えばこのページですね、ここに上がってます。星1つもありますね。一応3段階で表示してますけど、星1つは基本的にやらなくていいです。やらなくていい、基本的に、ね、で、星3つとこの星2つね、これはしっかりと固めてください、ね、この知識が行政法規の、ね、担当試験におけるこの生命線になってきますから、星3つと2つ、よろしいですね。で、星1つにつきましては、今言ったように基本的にはやらなくてもいいです。細かいです、細かい、ね、ただただなんですよ、ね、2年ぐらい前まではね、もう星1個はね、もう全く飛ばしちゃっていいよって形で常々皆さんにお話をしてきたんですけども、実はここ2年ですね、直近2年、正確に言うと平成30年と今年令和元年の2年は行政法規が非常に難しくなりました。難化しました、ね、で、過去問で基本的にはね、それまではもう過去問のね、
焼き直しみたいな問題がほとんどだったんですけども、特にこの直近2年間の行政法規の本試験問題につきましてはね、過去問で聞かれてない、こんな知識あったの、ね、そういう問題を結構平気で出すように変わってきてるんですよ。でおそらく、ね、皆さんが受験なさる2020年も同じような、ね、傾向で行政法規出てくると思います、ね、ですからぜひね、星3つと2つ、これは絶対固めてほしいんですよ。これは生命線だから、ね、その上でですよ、プラスアルファとしてもし可能だったら皆さんが受験なさる2020年の、担当本試験の直前にですね、直前にこの星1つですね、星1つ、こういうやつね、こういうやつについて覚えるんじゃなくて目を通すようにしてみてください。いいですね、覚えなくていいから。やっぱ星1個はね細かいんですよ、細かい。ただここ直近のね非常に細かい本試験問題に行政法規変わってきてますんで、そういう問題に対応するためにね、覚えなくていいけども、本試験直前にもし時間があれば、余裕があれば、星1個の問題についてね目を通してみてください。目を通すだけでいいから、いいですね。絶対に覚えなくていいですからね、何回も言うけど、覚えてほしいのは星3つと2つ、これが生命線だから、ね、もう行政法規の問題を解く上での生命線になる知識だから、星3つと2つは絶対覚える、いいですね。でその上で、ね、ここ直近のちょっと難しく結構難しいんですよ、ね、難しくなってきてる行政法規の、ね、本試験問題に対応するために星1個について、ね、目を通す、ね、本試験直前にちょっと時間見ながら、もう時間なかったらやらなくていいですよ。もちろん時間なかったら星3つと2つだけをね、ただひたすら本番まで繰り返してください。でもし直前にね、もしちょっと余裕があるな、ちょっと時間取れそうだなっていうんであれば、いいですね、星1個について目を通すってこと、これが本番でのね、こう見えない力になると思いますから、くれぐれも星1個は覚えなくていいですからね。何回もこれ言いますよ、ね、結構勘違いする方ね、出てらっしゃるんで、いいですね、これだけちょっと気をつけて、ね、とにかく星3つと2つはひたすら繰り返す。で星1個は直前ですよ、直前。普段の勉強で星1個なんか見なくていいですからね、これも星3つと2つですよ、普段の勉強はね。で本試験直前にね、ちょっと時間あったら星1個ついて目を通す、ね、問題読んで、解説読んで、あ、こんな細かい知識があるんだな、お疲れ様、そんな感じでいいですよ、ね、1回目を通してそれで本試験会場に行ってください、いいですね。であとこの使い方ですね、こちらね、まあどこのページでもいいですけども、もう基本的にはね、作りはもう鑑定論と全く同じですので、左の問題を読んでね、これ例えば平成14年3問目の 1個目の足っていう意味ですよね。で右の解説、こちらを読む。で特に誤りですね、これは丸は正しいでしょね、これよりも特にバッテン、ね、誤りの問題の場合、誤りの足の場合についてはしっかりとどこが誤りなのか、これをしっかりと押さえてください、ね、もうちょっと言うとえぐり出す感じですね、どこが間違ってるのかな。この左の8番の、ね、この問題文でいくと、ね、この後すぐやりますけども、市町村は都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係省村の意見を聞くとともに都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。あれ、都市計画区域の指定権者、この後すぐ勉強しますけど市町村ではないんですよ、いいですね。それが右の解説に上がってますからね、都市計画区域を指定するのは都道府県、ね、で例外的に国交大臣ですからね、あ、ここが間違ってるんだな、そうやって特に誤りバッテンのね問題足の場合についてはどこが誤りなのかをしっかりとえぐり出すってこと、ね、で丸の、ね、問題文については意味内容ね、あ、こういうことを言ってんのかな、ね、一回自分で頭を通せばそれで OK ですから、ね、あまりガチガチに覚えなくてもいいです。逆にバッテンの方はしっかりと誤ってる箇所をえぐり出す、ね、でその上でです、その上でこれで終わりじゃないんですよ。最後ここね、それぞれの解説の末尾にテキスト P いくつって上がってるでしょ、このテキストはね、この後使用します合格基礎テキストです。こちら。ね、で、これのそれぞれの
該当箇所を指してますから、面倒でもね、面倒でもこのテキスト P2 ね、この合格基礎テキストの2ページを開けて、あ、ここの知識なんだなってことでね、それぞれの該当するページの該当箇所に印をつけてください。印をつける、ね、マーカーで塗ってもいいし、ね、アンダーライン引くでもどっちでもいいですから、とにかく印をつける。で、大半はね、大半はこの後皆さんにね、この合格基礎講座の中でね、こうやって印をつけて、テキストにね印をつけてっていただきます、いただきますんで、大半がそれと重複すると思います。重複します。でも全部のね、この足別の知識、この講座内で喋ることは物理的にも絶対できませんから、当然まだテキストにね印をつけてない、そういう問題もね、この後皆さんが足別に取り組まれる時に出てきますからね。ですからそういう場合は、あ、まだこうテキスト印つけてないなってことでね、その該当箇所にね、マーカーで塗るもよし、アンダーライン引くもよし、あるいは鉛筆でぐるっと丸で囲むでもよしです。さっき言ったように必ず形に残してってください。いいですね。で、そうすると、そうすると最終的にはこれです。全部ね、重要な知識がこの合格基礎テキストに集約できるということになります。で、あとは本試験当日はこの合格基礎テキスト1冊携えて、まあ行政法規はね、もちろん理論もちゃんと持っててくださいね、忘れないようにね、行政法規はこの合格基礎テキスト1冊持ってけばいいんですよ、ね、で、そうやって知識は一つのツール、道具に集約するっていうのが試験勉強の鉄則なんですよ。鉄則なの、ね、これは論文も同じです。論文も同じ、ね、いろんなものを見て常にね、あれどこに載ってたかなとかね、いろんな教材ばっかりね、こう漁ってたら知識なんか整理できませんよ。理解も深まらない。論文も同じ、ね、まして担当の場合ね、とりわけ行政法規はこの後やってきますけどね、本当に膨大な知識を取り扱いますから、本当にうんざりしますよ。もうお腹いっぱいパンパンになりますからね。ですからなおさらしっかりと知識を整理してね、できるだけこのテキストに集約してってほしいんですよ。そうすればね、おそらくこの講座お聞きになられている大半の方がね、お仕事をお持ちだと思います、ね、私全部承知してますからね、この鑑定士受験生の大半の方が有職者ってのは承知してますね。でも当然ね、それを言い訳にしたんではなかなか合格できない、なんとかね時間のやりくりとかしなきゃいけないわけだけども、こうやって重要な知識をね、一つのツールに集約していくっていう作業をやっていけばね、電車の中でもバスの中でも、場合によっては自宅のトイレの中でも、この合格基礎テキスト開けば全部重要な知識もう一目瞭然じゃないですか。当然それで覚えていけますから、いいでしょ。だから担当もそう、論文もそうね、知識は一つのツール、教材に集約していくっていうのはぜひね、これを機にちょっとね意識なさっていってください。いいですね。で、あとちょっと続けますとね、よいしょ、この足別なんですけども、こちらね、一応テキスト何ページというふうに載っけてますけども、そうですね、まあ、こちらなんかもそうですね、これあんまり気にしないでくださいね。これテキストなしの場合もあるんですよ、載ってない、ちょっとそういう細かい場合もありますんでね、ぜひちょっとその場合はね、まあちょっと細かいんだなっていうことでね、一応まあ皆さんの方で書き込むなりね、印ちょっとつけられませんよね、テキスト載ってないんでね、適宜まあちょっと書き込むとかちょっとしてみてください。こういう場合もありますからね、全部をね合格基礎テキストに載っけるってなかなかできませんので。で、あとね、ちょっと下行きますとね、このテキストここ P10 参照、参照ってつけてる場合もあります。これはねちょっと言い訳になっちゃうんですけども、この知識がそのまんま上がってるわけじゃないんですよ。そのまんま上がってない、ただここの知識に関連する知識がそのページに上がってますよっていう場合ね、その場合参照って言葉でちょっとぼやかしてます。ですからそのページを開いてもね、この目の前の知識がそのテキストに上がってるわけじゃありませんのでね、あ、一応位置的にはね、この10ページのこのね箇所に関連する知識なんだなってことでご理解ください、ね、そういう場合については参照ってことでちょっとぼやかしてますけどね、その知識がストレートには載ってない、でも一応関連する知識はねここのページですよってことをお示ししてる、これを参照って言葉で表示してますんで、ぜひこの点もねご承知おきください。いいですね。じゃあこの後ですね、具体的に合格基礎テキストを使ってね、皆さんに
各法律の重要な知識をお話ししてまいります。で、一応ね、もうこの後すぐ講義に入っていきますけども、そうですね、これもちょこっとさあらかじめご覧いただきますと、よいしょ、わーってちょっと今私もちょっと目がチカチカとしたんですけども、これね、これこの後すぐ皆さんにご覧いただきますけど、これ合格基礎テキストの2ページですね。こんな形でね、私の方でそれぞれのねページの中の皆さんに覚えてほしい、覚えてほしい、そういう箇所についてはご覧のピンクのマーカーで、ね、お示ししてますんで、ね、今回冒頭でも申しましたようにね、必ず印をつけてってください、ね、同じピンクで別に塗らなくてもいいですよ。 青がいいって方は青でもいいし、黄色がいいって方は黄色でもいいし、緑がいいって方は緑でもいいし、あるいはもうね、ボールペンでね、アンダーライン引くもよし、鉛筆でぐるっと丸で囲むでもよしです、ね、とにかくね、後でこのページ開いた時にね、重要な知識がね、すぐ目に入ってくるようにちゃんと形に残していくっていうこと、これは絶対に心がけてください。いいですね。ちょっとさすがにちょっと目が私もチカチカしますね、これピンクはね。よろしいでしょうかね、こんな形でやってきますんでね、ちょっと14回ね、結構ね回数もあって大変ですけど、でしかもこの後ね、さっきもちょっと言いましたけど、かなりね膨大な知識を取り扱いますんで、皆さんの方でも本当にもうゲップが出るかと思いますけど、でもそこは我慢をしてね、まあ、これが行政法規なんだな、鑑定士になるためのね、避けて通れないやっぱそういう道なんだな、ね、そういうふうにぜひ腹を決めてね、ぜひ頑張って講義をお聞きになってください。で、できるだけねこの14回なる早でお聞きになってください。で、ご覧のようにね、今ピンクのマーカーでね、皆さんご覧いただきましたけど、そういう大事な箇所を印つけたり書き込み等をして、できるだけ14回聞き終えてから足別に着手した方が私は勉強の効率はいいと思います。中にはね、講義に合わせて足別もね同時並行でやる方いるんですけど、やっぱり一通り聞いた後の方がね、やっぱり吸収もいいし、あと落ち着いてね足別に取り組めると思います、ね、講義に合わせたとね、また後ろでどんなの出てくるのかな、ちょっとハラ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 しながらね足別に取り組むよりもね、とりあえず全部聞いて、あ、こんなもんだな、結構大変だけどそれぞれの各法律の押さえるべき知識こんなもんだなって分かった上で足別に取り組むのとではね、やっぱりちょっと違うと思うんですよ。ですからなる早で全14回聞いて、その後に自習用としてね、ぜひ足別に取り組んでみてください。いいですね。で、またこの後ね、講義の中でも再三申し上げていきますけども、ごめんなさい、ちょっとね行政法規はね、理解はざっくりでいいです。正確な理解なんか要求されません。また正確に理解することもまず無理ですね。そんなに専門書も出回ってません。皆さん実際書店に足を運んでみてください、ね、都市計画法だとか建築基準法だとか、こういうね不動産系の法律についてね、他の民法刑法とか憲法とか、ああいう法律とね違って、そんなにね書店に並んでないんですよ。だからなかなか調べる道具も限られてます、ね、だから正確な理解なんてのはね本当に難しい。また本番でもねそれほど要求されてません。要は簡単に言えば問題が解ければ OK なんだから、そうでしょ。だから理解はざっくりでいいです。もっと言うとご自分なりの理解でいいです。仮にそれがね、仮にそれが間違ってても問題が解ければ OK と思ってください。これぐらいがちょうどいい、ね、全部完璧に理解して覚えよう、結構いるんですよ。鑑定士受験生の方って結構完璧主義の方多いんですよ、ね、まあ、それはそれでいいと思うんですよね。やっぱり鑑定ね評価やる上でやっぱそういう性格の方がいいのかもしれませんけど、でもまだ皆さんはね、このとにかく試験に受かんなきゃいけないわけですから、そのためには行政法規についてはね、1から10まで完璧に理解して覚えるの絶対無理です。またそれやってたらまあ10年かかるでしょうね。でそんな余裕ないわけですよ。もう皆さんとしてはもう1年で受かりたいわけでしょ。だったら行政法規の理解はざっくりいいですね。これまた講義の中で私再三申し上げてきますから、ね、でしかし暗記は正確にやってください。理解はざっくりでいい、しかし暗記は正確、ね、正確でないと、ね、問題解きません、足を切れませんから。いいですね。問題見てあれこれどっちだったっけな、3ヶ月かな6ヶ月かな、こんな悩んでたら問題解けません。そういう数字だとか、ね、そういうあるいは許可権者都道府県知事かなとか市町村長かなとか、そういう覚えるべき知識は正確に覚えるってこといいですね。理解はざっくりでいい、しかし暗記は正確に、これをぜひモットーにね行政法規ね、これから勉強を進めていってください。
ですね。じゃあ中身入っていきます。でこのまず合格基礎テキストですね、よいしょ。でちょこっとページね開けていきますよ。この端書きいいですこれ、ね、で目次ちょっとめくってってくださいね。こんな感じで、でね目次のね次のページですね、一応ね下にねこのページも振ってあります、こちらね。で次のページめくってみてください。よいしょ、8ページですねこちらね。でそうしますとこちら向かって左側に出題法令A 群編って出てます、こちらね。こっから皆さんにご説明をしてまいりたいと思います。こちらですね、出題法令 A 群編で上のねこの数字は年度です。でちょっとね申し訳ないですけどちょっと制作時期の関係でね平成30年までになってます。これ鑑定料と同じですね。ちょっと令和は入ってませんけど、令和につきましてはね行政法規の場合口頭でね、まあ、あの必要に応じてコメントはしてまいりますので、ね、一応テキストに関しましてはねちょっと制作時期等の関係でね平成30年までになってます。ちょっとこの点だけはねご承知おきください、ね、上が年度で丸はそれぞれの年に出題されたって意味なんですよ。これ丸は出題いいですね。そうすると下ずっと降りていきますとほとんどが丸がついてるってことで、この A 群編これはね便宜上レックの方で付けさせてもらった名前なんですけども、 A 群編っていうのは毎年出る法律を指します。都市計画法、建築基準法、ずっとそういいですね。でそれに対してちょっとこの数字置いておきますよ。この右のページ、こちらは B 群です。そうするとこちらはちょっと虫食いになってますね。これね丸が全部入ってるわけじゃない。こちらの B 群は、ね、もう皆さんお気づきの通り年によって出たり出なかったりする法律っていうこといいですね。ですから一応行政法規はね国交省ね一応37個、ね、対象ですよってことをね発表してますけども、毎年ねあの発表しますけども37個が毎年ベターっと出題されるわけではないってこと、ね、毎年出る A 群と年によって出たり出なかったりする B 群とに大きく二分されるってこと、ね、でそうであればですよ、当然どっから手をつけるかってこと、何回も言いますけど行政法規とにかく知識膨大ですよ。この後やりますけど、ね、だから全部をベターっとやるっていうのは非常に効率悪い。当然メリハリをつけなきゃいけない。じゃあどうやってメリハリをつけるか、当然よいしょこっちでしょ、A 群ですよ、毎年出るんだもん。こちらからまずしっかり固めていくってこと。でさらにはですね、この各法律の名前の左側、ね、ここに数字が縦にねいくつか載っけてありますけど、ね、こちらちょっとご注目ください。これは出題問題数です。出題問題数、ね、これ、まあ、令和元年、ね、これ平成30年も同じだったんですけど令和元年もそうです。都市計画法から5問、建築基準法から5問、都市核整理法からも2問、からは2問ですね。で都市再開発法も2問でちょっと飛んで不動産の鑑定評価に関する法律、ね、これも2問ってことで、ね、だから他はこれ A 群なんで毎年出るってことなんですけど、他全部1問です。地下工事法、土地基本法だとか国土利用計画法だとか、それに対してなんと都市計画法と建築基準法、これは共に宅建でも出ますね。皆さんの中で宅建やったよって方ね、かなりいらっしゃると思うんですけど、この皆さんね宅建おやりになった方が勉強した都市計画法と建築基準法、この時計と建基の2つでなんと10問ですよ。これで担当ね本試験の問題、皆さんご存知の通り鑑定理論も行政法規も40問出ます。毎年40問ね、そのうちの4分の1が時計と建基なんですよ。であれば話戻しますよ、ね、まずは A 群からやるんだった、 B 群よりも A 群からまず手をつけるんだった、その A 群の中でもさらにこうやって複数出る、とりわけ、ね、この2つで4分の1を占める時計と研究をしっかりやるっていうこと、いいですね。そうやって、ね、行政法規についてはメリハリをつける、ちゃんと優先順位をつける、ね、これが非常に大事なポイントになってきますん でちょっと下降りていってください。ずっとで下ですね、あの三角が2つつけてあります。一番下の不動産登記法で、下から2段目の土地収用法、こ
これも A 群なんで、ね、毎年一問出るわけですけども、これは三角です。三角ってどういう意味かというと、飛ばしちゃっていいです。もっと言うと切っちゃってもいいです。切っちゃってもいい、やらなくてもいいってこと、ね、これまず下から2段目の土地収容法なんですけどね、これはさすがに宅建でやりませんよね。宅建でもやらない。これね結構難しいんですよ。構造も結構難しいし範囲も広いです、ね、したがって一問しか出ないってことを考えると、まあ、費用対効果ですよ。費用対効果、ね、っていう点から切っちゃってもいいってこと、ね、であと一番下不動産登記法、これは皆さんの中でね宅建やったって方、あるいは他の国家試験で不登法やったよって方結構いらっしゃるかと思うんですけど、これも実を言うと結構範囲が広いです。もっと言うと宅建よりも出る範囲が非常に広いです。結構細かい知識も聞いてくるんですよ。ですからね、これ宅建やったよって方はね、既存の知識で解ける問題を解いていただいたらいいけども、ことさらにねこの行政法規用の不登法の勉強をやる必要ないよって意味です。ですから全然ね宅建とね他の国家試験でも不登法やったことがないよって方は無理に手をつけなくていいです。上の土地収容法と同じく切っちゃっていいです。切っちゃっていい、ね、そういうやつで今度右のページいきます。でこちらが B 群、年によって出たり出なかったりする法律だったでね、ちょっとこちらこの矢印がねここ3つついてあるんですけど、これどういう意味かというとね、一応下にもねこちらこの米印一応ね解説は載っけてあるんですけども、これどちらか一方が出る関係です。でどちらか一方が出るってどういうことかというと、これね都市緑地法が出るともう一つの景観法がお休みってこと。だから一方が出ると他方がお休み、他方が出ると一方がお休み、ね、そういう関係なんですよ。面白いでしょこれ。 B 群の中でも、ね、都市緑地と景観法、ね、そういう関係ですこれ、ね、こんな感じで、あとちょっと下降りてっていただいて道路法と河川法ですね。これ島っていうのはねまた後でやりますけど、海岸法と公有水面埋め立て法って法律があります、ね、こちらでこれもやっぱ同じなんですよ。一方が出ると他方がお休み、他方が出ると一方がお休みってことで、ね、道路法と河川法ともこういう関係です。だから両方がねこの2つの法律が同時に出題されることはありません、ね、あとその下自然公園法と自然環境保全法、これもそうです、ね、自然公園法が出ると自然環境保全法お休み、自然環境保全法が出ると、ね、自然公園法がお休みと、こういうねやっぱどちらか一方の関係です。これ面白いでしょ、ね、であとちょっと続けますと一番下、これも三角です。4つ資産の流動化に関する法律、不動産特定共同事業法、投資信託及び投資法人に関する法律で、金融商品取引法、この4つを不動産証券化関連法令って呼んでます。不動産証券化関連法令、ね、これ皆さんが鑑定士におなりになった後はねこの辺の知識って必ずね、まあ、必ずって言っていいか分かりませんけどね、かなりこの知識必要になる方が多いと思うんですよ、この証券化関係の。でもとりあえずね試験に受かるってことを考えると、やっぱりねこれも三角です。さっきの左の土地収容法、不動産登記法と並んで、やっぱりねちょっとこれはね範囲は結構ね、出題範囲は結構ねこれ限られてるんですよ。全ての条文からねそれぞれの法律出るわけじゃなくてね、国交省の方でもその辺の範囲はある程度絞ってはくれてるんだけど、やっぱりねちょっと内容の専門性が高いですね。ですから皆さんの方でねもうお仕事等でもうこの辺の知識持ってるよって方はやっていただいて構いません。ただそうじゃない方結構多いんですよ。私もちょっと驚くんですけど、こんなのこんな法律あったんですかっておっしゃる方も結構意外といらっしゃるんで、そういう方はやっぱり三角手をつけなくていいです、ね、でそうしますとさっきね A 群のところで三角をつけた土地収容法と不動産登記法、さらには今ね右の B 群のページで三角をつけた、ね、4つの不動産証券化関連法令、ね、これ一応3つ、ね、対別してこの3つ、私これ裏三兄弟って呼んでます。私勝手につけたんですよ裏三兄弟で、裏三兄弟は基本的にカットしちゃっていいです。やらなくていい。もちろんさっき言ったようにね宅建等でね不動法やったよとか、あるいは仕事等でね不動産証券化関連法令の予備知識あるよって方はやっていただいて構いません。ただそうじゃない方ね、おそらく大半だと思うんですけど、そういう方はもう全くやらなくていいですよ、ね、カットしちゃっていいですよ、そういう意味です。ですから裏三兄弟、そういうふうに私申し上げてます。裏三兄弟はやらなくていいよ。従いましてこの担当合格講座の中では本当軽く触れるにとどめますんで、
ね、一応ぜひその点もご承知おきください。いいですね。でそうするとあれ先生そんなにカットしちゃっていいの、それで合格点いくの、行くんですよ、行くの。逆に全部やった方って大抵ね結構申し訳ないですけど失敗してます。本当にね今日ね今回冒頭から何回も申し上げてますけど本当に知識膨大なんですよ。だから毎年試験近づくとね、先生どの行政法規カットしていいですか、必ず質問受けるんですよ。本当なんだって、嘘じゃないんだってね。それぐらい本当にねこの後やりますけど取り扱う知識膨大ですから。だから行政法規はね、取るべき法律はしっかり取る、切り捨てるべき法律はしっかり切り捨てる、やっぱりねメリハリが大事なんですよ。大事なの。これを中途半端にやってね、全部中途半端にベターってやった人はね大抵失敗してますよ。大抵、絶対とは言いませんけど大抵失敗してる。いいですね。ぜひこの辺もねまた講義の中でねまた再三皆さんにお話をしていきますんで、その都度ねあそうかそうかとね、全部ベターってやっちゃいけないんだな、メリハリをつけなきゃいけないんだな、ね、その辺ね毎回そうやってね気がつくようになさっていってください。いいですね。じゃあこの後ね中身入っていきます。で一応これも触れときます。ちょっと次のページご覧ください。もう結構内容的な話になってきますけどね。よいしょ。こちら裏のページですね。この10ページね。こちらね。こちら見ていただきますと、参考資料の1。で、行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージです。イメージ。正確な定義ではないです。イメージ。ね、でさっきも言いましたけど行政法規は理解はざっくりでいいよ。だからこれからもね皆さんね各法律のいろんな知識ね押さえていきますけど、その時はねイメージが大事です。イメージ、ここの言葉はこういうイメージかな、ね、そういう形で押さえていけば、ね、勉強のやり方としては OK なんで、正確な定義なんかよ、ね、覚えるの要求されませんから、いいですね。とにかくイメージで、まず一つ目いきますよ。まず丸一、広告。これもねこの後数えきれないくらいいろんな法律で、各法律で出てきますからね。広告ってどんなイメージかな、でいきますよ。広告とは官報、ね、これ政府が出す新聞のことですね。であと新聞、ね、これ一般紙です。一般紙の新聞、あるいは広報、これは地方公共団体が官報に準じて発行するもの、ね、国の場合が官報です。地方公共団体の場合を広報と呼んでます、ね、あるいはインターネットね、ホームページです。今いろんなね、まあ、省庁もそうですけど、ね、地方公共団体もホームページ持ってますよね。そういうホームページへの掲載、これもやっぱり広告に入りますから。あと一番古典的なのが一番最後ですね、市町村役場、ね、地元の市町村役場の掲示板への掲示、ね、これがまあ一番古典的なこの広告の方法。でも今はね本当にネットが普及してますんで、ね、このホームページへの、ね、掲載、これも広告に入ってきますんで、このイメージちょっと持っておいてくださいね。この後数えきれないくらいこの広告って言葉出てきますから、ね、まあ、出てきたら大体まあ官報に載せるとか、あるいはホームページに掲載すると、そのイメージにちょっとね押さえていっていかれれば、ね、それで十分かなと思います。であと2番目、縦覧と閲覧、ね、縦覧と閲覧、これもこの後、ね、頻繁に顔出す、そういう言葉なんですよ。で縦覧っていうのはね、これまあ一般的な意味としてね申し上げますと、観光庁などが広く情報を住民に見せる、ね、こういう行政の側から住民に見せる、ね、こういう場合を一般的に縦覧と呼んでます。で閲覧は逆なんですよ。閲覧は逆で、利害関係者、ね、あるいは住民から観光庁などに請求をして情報を見せてくださいと、ね、これが閲覧です。閲覧で今ご覧いただいたのは、まあ、一般的な、ね、意味での縦覧と閲覧の意味です。で皆さんの中でご存知の方もね結構いらっしゃるかと思うんですけど、これね上のね今ご覧いただいた一般的な意味の縦覧閲覧とは別に、地方税法です。地方税法、これもこの行政法規でね、この後後ろの方でやりますけども、地方税法における縦覧閲覧ってやっぱあるんですよ。これ意味がちょっと違うんですよ。でこれちょっと一回軽く見ときます。またこれ地方税法でやりますから。で地方税法における縦覧っていうのは、納税者に土地家屋価格土地家屋価格と縦覧帳簿を見せて、事故の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額と比較させる、ね、だから他の人のあれも見えちゃうんですよこれ、ね、を比較させることによって自分のところの、ね、土地や家屋の評価額が適正かどうかを確認させる、
ね、これを縦覧って呼んでます。地方税法のところの縦覧って意味ね。で閲覧っていうのは納税者に固定資産税、固定資産税台帳ですね、固定資産税台帳、上と違うんですよこれ帳簿がね。で閲覧の場合には固定資産台、固定資産税台帳を見せて、そこに記載された事項のみです。これ自分だけなんですよ。さっきの上と違うんですよ。他の人は見れません、ね、のみの土地家屋の課税内容を確認させるものと。これがまあ地方税法における、ね、閲覧って意味ですよ。またこれ地方税法でありますんで、とにかくね、上の一般的な意味ですね、行政の側から見せる、まあ、これが縦覧だな。で逆に住民の方から見せてよって、ね、行政に請求する、これが閲覧だな。そんなイメージをちょっと押さえておけばとりあえず OK です。であと次ですね、これ非常に大事な内容になってきます。でこの丸三なんだけど、許可、認可、承認、そして届け出、4つ、ね、でこれ4つとも、ね、これ全部規制なんですよ。規制をかけてます。で規制の程度が4つ、これみんな違うんですよ。一番厳しいのが括弧1の許可です。許可、これが一番規制が厳しいんですよ。で2と3、ね、この認可と承認が中間と思ってください。規制のレベルとしてはね、まあ、中間ぐらい、ね、で一番緩いのが括弧4、届け出。もうこれ言葉のね、なんか語調からもね、なんか書類持ってけいいんだなって感じだから、別にね、そんな厳しいってイメージありませんよね。この辺はね、結構しっくりくるかなと思うんだけど、ただ中間ですね、認可とか承認ね、これはもう基本的に同じレベルの規制と思っておけばいいです、ね、でとにかくね、一番めちゃくちゃ厳しいのが許可で、これね原則禁止なんですよ。やっちゃいけないよ。で例外的にやっていいよって、その禁止を解くのを許可って呼んでます。例としては車の免許、あるいは医師免許、ね、これともに一般的には免許と言ってますけど、法律上は、ね、行政法って、ね、まあ、あるんですけど、行政法上はこれはともに許可です。許可、ね、だって車の免許持たない人は運転しちゃダメでしょ。だから原則禁止です。で例外的に運転していいよ、ね、だから許可、これが免許です。あと医師免許もそう、ね、医師免許持ってない人は治療行為やっちゃダメでしょ、ね、だから原則禁止、でも例外的にやっていいよ、これが医師免許だから、ね、だから共に原則やっちゃいけないのを例外的に解く、やっていいよっていうふうに解いてくれる、ね、だからこういうのを許可って呼んでます。ですね、これとにかくね、これも数え切れないくらい今後出てきますから、出てきたら、あ、一番規制が厳しいんだな、原則やっちゃダメっていうのを例外的にやっていいよ、ね、この禁止を解いてくれる、そういう厳しいものなんだなってイメージはね、しっかりとここで頭入れといてください。いいですね、後で覚えよってレベルじゃないです。たった今覚えてください。これは許可、原則禁止、いいですね。であと認可と承認、これともに原則ともに OK です。 OK、 ただこれ後からね、それぞれの行為についてお墨付きを与えるものってイメージで押さえとけば OK です。いいですね、原則やっていいよ、ね、ただ一応お墨付きもらいなさいよ、ね、でそれが認可であり承認、ね、じゃあ両者どう違うのかと、ね、これも試験では聞かれないんで別にこれ以上踏み込む必要はないんだけど、一応ね、一般的な説明としてはね、これ認可の方は法律行為に対する同意というふうに言われてます。でそれに対して承認については事実行為に対する同意というふうに言われてます。ただこれもね、いきなりここで見せられてもね、これね、民法をやると分かるんですよ。民法をやると法律行為、事実行為って勉強しますからね。でもここではとにかくね、共に認可も承認も原則やっていいよ、でね、ただ事後的なお墨付きと、そんなイメージで見ておけば OK です。で最後の届け出、これね、監督官庁への通知ということで、まあ、簡単に言うと書類持っていけばいい、ね、そんな、ね、一番規制が緩い、ね、そういうものだなってイメージはちょっとね、ここでも押さえておいてください。であと続いてこれもそうですね、次の丸4、勧告と命令、これもこの後いろんな法律でもう頻繁に顔出します。両者の違い、ね、ここもあの正確な定義なんか覚えなくていいですよ。そんなの要求されないからイメージです。イメージで、勧告は法的強制力がありません。したがって違反してもその勧告に背いても罰則がないんですよ。その意味では強い要望というイメージで勧告は押さえておいてください。こうやってくださいよ、ね、そんなイメージです。強い要望、これが勧告で、それに対して命令っていうのは、これも皆さんなんとなくこの言葉からね、イメージは持てるかなと思うんだけど、法的強制力があります。
ですからもしこの命令に背いた場合には罰則があります。罰則あるよ。だから違うでしょ、上の勧告と。勧告は背いても罰則ないよ、命令の場合背いた場合罰則あるよ、全然違うじゃないですか。天地運転の差ですよ。いいですね。だから例えば避難勧告って言った場合には背いても罰則ないよ、避難命令これ背いた場合には罰則あるよ、まあ、そういう違いですね。これもねこの両者ね、この後頻繁に顔出しますから。であと最後ですね、これはまあ一回見とけばいいですね。政令指定都市人口50万以上で、中核市人口20万以上ね。で特に政令指定都市ですね、これ具体的な名前まで聞かれませんからね。例えばまあいろんなホームページとか見ればね、まあ、千葉市とかそうですかね、横浜市だとか結構有名なところですね、人口50万以上、ね、が政令指定都市になってるかなと思いますけども、これね都道府県から広範囲な事務異常、権限の異常を受ける。だからレベル的には政令指定都市に指定されると都道府県レベルの権限が持てるんですよ。持てる、ね、ちょっとそれだけ一回頭通しておけばいいです、ね、このあと政令指定都市ね、で出てきたら、あ人口が多いな、都道府県レベルの権限付与されてるんだなってイメージで見れば OK。 中核市ちょっと人口少ない ね事務異常を受ける範囲は政令指定都市もちょっと狭いんだな、こんなイメージで見とけば OK です。いかがでしょう、こんな形でいいですね。今大事な行政法規でね、この後頻繁に出てくる言葉のイメージをご説明しましたね。ちゃんと皆さん書き込んでます ねちゃんと印つけててくださいね、本当にね。いいですね。じゃあちょっとここで一息入れます。はい、それでは第2ユニットに参ります。で続いてですね、今度ちょっと一応右のページですね、こちらこれもちょっとご覧いただきましょう。参考資料の2ですね、こちらで、これは、ね、また後で詳しくやりますけども、土地区画整理法、都市再開発法で、あとマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ね、俗にまあ円滑化法って呼んでますけど、3つの法律の手続きの流れを比較したものなんですよ。でまたねそれぞれの歌詞でやりますけども、3つともこれです、手続き法なんですよ、ね、ここに出てます手続き。したがって、ね、またその時にお話をいたしますけども、この3つの法律を勉強するときはね、この手続きの流れ、ね、この矢印がこれ時間を指してます、ね、上から下に時間が流れていくっていう目で見てほしいんですよ、ね、この手続きの流れの一連の流れの中の今自分がどこを勉強してるのか、これを意識するのがこの手続き法、ね、これ3つあるんですよ、3つありますけど、この手続き法を勉強する時の大事なポイントです、ね、で特に、ね、またその時やりますけど、この3つの手続き法って非常にね構造が似てるの、そっくりなんですよ、ね、ですからこの土地区画整理法、都市再開発法、円滑化法、ね、これちょっとね戻りますけども、ちょっと目次を見てほしいんですね。3ページです、ここのね下の3ページのところで、ちょっと目次をご覧いただきたいんですけども、ね、このテキストこの後都市計画法入ってきます。で建築基準法やるんですけど、その次からね今ご覧いただいたこの3つの手続き法に入ってきます。土地区画整理法、都市再開発法で円滑化法、ね、3つこれ手続き3兄弟って私また勝手に名前をつけて読んでます。手続き3兄弟、この3つです。いいですね、こちら、ね、でこの後入ってきますけど、都市計画法、建築基準法で3番目に、ね、手続き法の土地区画整理法で、4番目に同じく手続き法である都市再開発法で、5番目にやっぱり同じく手続き法である円滑化法でやってきますけども、この5つが非常にボリュームがあるんですよ。したがってこの担当合格講座全14回ありますけども、その約半分の時間をこの5つですね、この5つの法律に使いますんでね、ぜひご承知おきください。ボリュームあります、ボリュームありますね。で実際出題問題数も多かったですよね。都市計画法5問、建築基準法も5問、土地区画整理法2問、都市再開発法も2問、まあ円滑化法は1問ですけどね、問題数も多いし非常に範囲もボリュームありますんで、この5つにねこの担当合格講座の約半分ぐらいの時間割きますからね、
でも逆に言うとね、この円滑化法が終わっちゃうと、その下ですね、この都市緑地法以降ですねについては、そんなに掘り下げて勉強する法律は出てきません。だから全然心配しなくていい、心配しなくていい、いいですね。ぜひその点もね、ちょっと頭の片隅に留めておいてください。じゃあ都市計画法に入っていきましょう。テキストですね、こちら、よいしょ、開けてください。いよいよ入ってきます。中身ですね、都市計画法1ページです。1ページ、ちょっと裏ね、ちょっとさっきのピンクのマークちょっと透けてますけど、あんまり気になさらないでくださいね。で、都市計画法、当然毎年出る A 群です。5問出ます、5問出ます。で、一応ここのね、全体像ですね、これが一応都市計画法の全体像なんですけどもね、これだけ見てもよくわからない。そこでこちら左側見てください、コメント。これ左側のことをね、側柱って呼びますから、側柱ね、今後側柱側柱って言ってきますから、左側ですね。で、側柱のコメント欄ちょっとご覧ください。ちょっと大きくしますよ。で、これはしっかりマークしておいてください。マークするっていうのは、あの印をつけていってください。いいです ね。さっきも言いましたけどもね、別に同じピンクのマーカーで塗らなくてもいいですから、とにかくね、アンダーラインでもいいですから、必ずね、印はつけていってください。いきますよ。で、まずこのコメント欄、即中のね、コメント欄。都市計画法は、計画的な街づくりを目的とする、そういう法律ですよ。これは頭入れておいてください。覚えちゃってください。計画的な街づくり。言い換えると乱開発を規制する、ね、むやみやたらと道路公園を作ったりしないと、そんなイメージです、ね、そういう法律だよ、ね、これはしっかりと覚えておいてください。で、この計画的な街づくり、ね、むやみやたらと道路公園とか作らない、ね、これ覚え方としてはね、この都市計画法の名前使ってみてください。で、都市計画法の計画ね、計画的な、よいしょ、都市、町でしょ、都市計画の計画的な都市っていう町、ね、だから計画的な町づくりと、もう名前に出てますから、ね、この都市計画の目的はこの名前にも表示されてますから、計画的な都市っていう町づくりの法律だよ、ね、これはこれで頭入れておいてください、ね、ですからこの後勉強してきますけど、とにかく都市計画法っていうのはね、鉄頭鉄尾、乱開発を規制します。いいですね、むやみやたらと道路公園作れないようにがんじがらめに規制をかけますから、いいですね、この視点はお持ちになっておいてください。そういう法律です。で、今度下行きますよ。で、計画的な街づくりっていうのは分かったと。じゃあそのためにどうしたらいいのかというと、まず最初に街づくりの場所を決めます、ね、場所どこでやるの、どこで街づくりやるの、当然まず場所を決めなきゃ話にならない。その場所を都市計画区域って言います。都市計画区域、いいですね。この後都市計画区域って言葉もね、数え切れないぐらい出てきますけど、これもね、この計画的な街づくりの場所ってイメージで覚えておいてください。そうすると座りがいいでしょ、ね、難しい言葉で覚えたってね、すぐ忘れちゃいますからね。だから都市計画区域ときたらね、計画的な街づくりの場所、これが都市計画区域、これで頭入れておいてください。で、次に、ね、場所は決めた、ね、場所は決まった、じゃあどんな町にしていくの、ね、そういう町づくりのプラン、これが次に、ね、出てくる、これ都市計画ってものです。都市計画、ね、これも結構皆さんね、今後頻繁に目にしますけど、これも難しいね、あの定義とか、あの本番で聞いてきませんから、ね、こんな、しかも都市計画ってなんかこの言葉も表現固いでしょ、ね、だからこういう分かりやすいイメージに置き換えるんですよ。街づくりのプラン、どんな街にしていくの、ね、住宅街なの、オフィス街なの、あるいは工場の街、ね、工場地帯にしていくの、そんなイメージです。いいですね。で、場所を決め、ね、街づくりのプランも決めた、そしたら今度最後いきますよ、下ね、こちら3番です、ね、で、さらに街づくりのプランを決めても、ね、これですよ、それに反することをやすやすと認めたんでは、ね、やっぱり意味がない、ね、段階発の規制できませんと。そこで街づくりのプラン、ね、なんか言いますけど都市計画です、上の都市計画に反することをさせないようにする必要がありますと。これが一つがね、一つは開発行為の制限、
土地、これ土地なんですよ。でもう一つが都市計画事業制限って言って、これものづくりって言われてますね。ものづくり、土地とものづくり、これものづくりって一応ここに載っけといたんですけど、ね、簡単に言うと道路とか建物を作っていく、ね、要するに土地の上に、ね、作っていく、そういうのをものづくりっていうふうに表現してますんで、ね、一応この都市計画法なんですけども、この後勉強、ね、していくと皆さんお気づきになると思うんですけど、とにかくね、土地かものづくりか、この2つに二分できるんですよ。これが都市計画法の大きな構造になってます。条文見ると結構ね、あの条文数も多くて結構範囲も広くて膨大なんだけども、ね、この土地かものづくりか、この2つの視点で見ていくと結構すっきりとね、この全体像を整理できますんで、ぜひこの2つの視点はお持ちになっててください。土地かなものづくりかな、いいですね。でこちらで、よいしょ。で改めてちょっと右のね、今度本文の方を見ていきますよ。今左のね、側中のよいしょ、こちらね、コメントでこの都市計画法の全体像、大きく3つに分けてお話をいたしました、ね、で改めてこの図、これだけ見てもちょっとピンとこないと思うんですけども、ね、こんな風にちょっとね、ご覧になってみてください。都市計画区域、これが今左でご覧いただいたこちら、まちづくりの場所、これです、ね、であとよいしょ、これが2番です。こちら、まちづくりのプラン、都市計画を指してるんですよ、これが、ね、で今度3番、まちづくりのプランに反することをさせない制度、2つです。開発行為の制限、これは土地です、ね、これ宅建言われになった方は、ね、なんとなくわかるでしょ。これ造成工事ですから、開発行為ってまたね、後ろで勉強しますけど、簡単に言うとこれ造成工事なんですよ。土地を平らにする工事だから土地なんですよ、土地、ね、あともう一つが、ね、都市計画事業制限って言って、これものづくりです。土地の上に道路とか、ね、建物を建てていく、こういうのをものづくりって呼んでます。それがこれです、都市計画事業制限。左が何回も言いますけど土地、右がものづくり、ね、でこれが3つ、ね、都市計画法、ね、結構すっきりとこんな感じでね、実は3つに分解して、ね、この全体像を整理することができますんで、ね、ぜひこの3つの、ね、この分類ですね、これ左の側集ね、何回もちょっとご覧になりながらね、頭入れてってください。いいですね。何回も言いますけど、まず先に場所を決めますよ。まちづくりの場所、これが都市計画区域、ね、この後頻繁に出てきますから、出てきたらさっきも言いましたけど、ね、計画的なまちづくりの場所、あ、これが都市計画区域なんだな、ね、分かるようにしておいてください。でその後、ね、いろんな種類の都市計画って出てきますから、ね、都市計画って出てきたら、あ、これはまちづくりのプランのことなんだな、ね、これも分かるようにしておいてください。で都市計画法の、ね、お尻の方でね、まあ、お尻って言いますかね、後半部分でこの開発行為だとか都市計画事業っての出てきますんで、出てきたら、あ、これはプランに反することをさせないようにするための一種の担保、ね、この計画的なまちづくりを担保するための制度だな、で開発行為が土地だな、都市計画事業制限がものづくりだな、ね、こちらです、ね、分かるようにしておいてください。この後、ね、それぞれをさらに掘り下げて見てきますから、いいですね。いかがでしょう。ちょっとここまで一旦ここで止めますけども、ね、こんな感じで行政法規やっていきますから、ですから皆さんの中にね、宅建やってるという方もね、かなりね、いらっしゃると思いますけども、宅建の時よりもさらに当然ね、当然ですけど掘り下げて勉強してきますんで、でもやっぱりね、ベースになるのは宅建でやったような知識なんですよ。だからあの知識はね、特に皆さんの中で宅建やってるという方はね、あの知識は大事になさってくださいですね。その上でさらに行政法規特有のそういう知識をさらにね、付け加えていきますから、いいですね。じゃあどんどん進めていきますよ。よいしょ、こちらですね。で適宜ね、これこうやって一応皆さんの方にね、モニターに映しますので、適宜ね、あの DVD プレイヤーなりパソコンね、プチッと止めて、一応印はね、ピッピッピッとこうやってね、
つけてってください、ね、私マークしてくださいねってね、頻繁に申し上げますから、ね、そしたら適宜止めてね、こうやって印だけつけてってください。いいですね。これ最終的に皆さん絶対覚えてくださいね、全部ね、覚えてほしい。そういうところにね、私マークしてますから。じゃあ行きますよ。でまず帯番号ね、これ帯でしょ、帯番号1-1、都市計画区域です。でこの縦位置ね、1番都市計画区域の指定ということで、この括弧1でまず指定権者を押さえます。誰が指定するの、ね、そんなイメージでここね押さえてください。でここ都市計画区域は都道府県が指定するよ、これ原則です。原則都道府県、いいですね。ちょっと適宜書き込んでくださいね。で例外が国土交通大臣です。原則都道府県、例外が国土交通大臣が都市計画区域、ね、これを指定するよってこと。じゃあどんな場合が国土交通大臣すなわち例外になるのかというと、これですね、2以上の都府県の区域にまたがる場合です。例えば東京と神奈川、東京と埼玉とか、そんな場合です、ね、その場合はね、これ各都道府県ではちょっと役不足でしょ、東京と、例えば東京と埼玉であれば東京都だけではね役不足だから埼玉、ね、埼玉についても当然配慮しなきゃいけないってことで、ね、指定権者がこうランクアップして国土交通大臣に変わるんだな、そんなイメージです。いいですね。で気をつけてほしいのがこの2以上のこれ都府県です。北海道が入ってません、ね、都道府県になってません。これ誤植じゃありませんから、ね、これ宅建おやりになった方はね覚えてますよね。これ北海道入ってません。なんで？だって北海道と青森の間にまたがって都市計画区域って指定することありませんよね。なんでかというと間海でしょ。北海道と岩手県、あごめんなさい、青森ですね、大変失礼しました、ちょっとボケてますね。北海道と青森の間は海ですからね、両者にまたがって都市計画区域を指定するなんてのはありえない。だからもともと都市計画法は北海道を除いてるんですよね、その結果2乗の都府県となってますんで、これも正確に頭入れといてください、ね、この場合が例外的に国土交通大臣が指定権者になりますから、いいですね。原則都道府県、例外国土交通大臣、こうやって、ね、しっかりと原則例外という発想も覚えておいてください。これが法律特有の発想なんですよ。条文見て、ね、原則例外、原則例外、大抵のね各法律の条文ってそういうふうに規定してます、ね、条文見て最初に内容が規定されてます。でその後ろにただしと、ね、これただし書きって呼ぶんだけど、ね、これ詳しくは民法でありますけど、ね、ある条文の最初に内容が規定されてて、そのすぐ後ろにただし何々とする、このただしっていうのが例外なんですよ。で最初の、ね、内容、各条文の一番最初の内容をこれ本文って呼んで、これが原則なんですよ。原則、これ詳しくは民法でありますけども、法律を勉強するときはね、原則かな、それとも例外かな、ね、この2つの視点しっかりと意識していってください。いいですね。ですから知識を押さえるときもこれ原則なのかな、それとも例外なのかな、これを意識しないと頭の中ぐちゃぐちゃになりますから、いいです ね。だから法律勉強するときは原則かな、例外かな、ね、その視点でこちらは一応書いておきましょうかね。これは原則だよ、いいですね、都道府県で国交大臣、これ下書きますよ、ね、原則例外、この発想、法律を勉強するときに大事な、ね、視点になりますから、民法ではこれも常に、ね、これ原則ですか例外ですか、ね、常にこれやりますから、ね、であと次ですね、今度指定に必要な手続きってことで、これは県でもそんなにやってないと思います。ちょっと細かい、ちょっと細かい、でもね行政法規ではこういう手続き周りがね頻繁に出てくるんですよ。ちょっとめんどくさいですよ、めんどくさいです。また逆に言うとこれがね行政法規の一つの特徴でもあるんですよ。やっぱり皆さんが鑑定士になれるときにね、当然その辺の手続き周りぐらいで、ね、ちょっと予備知識持っておくよ、まあ、そういうことなんでしょうね。ですからこの後いろんな法律でもねそういう手続き周りが結構出てきますけど、めんどくさがらずにやっぱ出るんですよ、出るんで、ね、ちょっと頑張って押さえていきましょう。でまず1、これ原則です、ね、先ほど見たように都道府県が原則指定権者なんで、ね、都道府県が指定する場合1が原則です、
で、この場合は都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これは覚えちゃってください。後で覚え方をお教えしますから、ね、で、2が例外です。先ほど見たように、ね、2以上の都府県にまたがる、そういう場合は例外的に指定権者が国交大臣に変わるんだった、その場合の手続き回りが次の2です。国交大臣が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聞かなければならない。これだけです。結構ね、やっぱ国交大臣ね、お上ですから、これね、やっぱり非常に手続きもね、こんな風にね、簡略化されてますね。それに対して都道府県の場合結構大変です。で、関係市町村って皆さん分かります？関係所、これ地元ですよ。地元、ね、地元の市町村の意見聞きなさい。なんで？だって地元の実情一番よく知ってんの市町村ですもん。だからね、都市計画区域を指定しようとするときは地元の市町村の意見を聞きなさいってこと、ね、でもこれだけだと都道府県と市町村ってことで共に行政です。どうしてもね、関係市町村の意見を聞くだけだったら行政に傾いてしまう。だからこれなんですよ、都道府県都市計画審議会、これは学識経験者からなる第三者機関って言われてます。簡単に言うと学者先生の集まり、ね、行政だけではちょっと一方に傾きすぎてしまう。だから学者先生の冷静な意見を踏まえなさいってこと。だから2つこれで覚えましたね。関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞きなさい。さらには国交大臣、お上ですよ、ちゃんと協議して同意までもらいなさい。これが手続きです。で、覚え方なんですけど、ちょっとね、右のページご覧ください。3ページね、こちらにご覧の図が上がっています。よいしょよいしょ、こちらで、向かって左側が都市計画区域、ね、右がちょっと置いといてください。この後準都市計画区域をお話しますんで、まず左側ね、都市計画区域で、これ上から下にね、これ時系列になってますんで、上から下、この矢印に従って上から下にこれ流れる、ね、時間が流れるっていうのを目で見ていってください。で、まずこの都市計画区域についてですけども、さっきね、左のページでご覧いただいたように、一つの都道府県内に指定する場合は指定権者が都道府県だった。それに対して複数の都府県、ね、北海道入りませんからね、この場合は例外的に国土交通大臣に指定権者が変わるんだった。で、問題こっちなんですよ。都道府県の場合ね、さっき左でご覧いただいたように、都道府県が指定権者の場合にはね、地元の実情をよく知ってる関係市町村及び、ね、学者先生の冷静な意見、ね、都道府県都市計画審議会の意見を聞かなきゃいけなかった。さらに国交大臣協議して、その同意も、ね、これ必ず得なくてはいけなかった、ね、これ覚え方なんですけども、よいしょ、こちらね、このコメント見てください。下には意見を聞く、上には同意をもらう、これをぜひね、フィルターとして使ってみてほしいんですよ。で、どういうことかというとね、これ下とか上って、これ何を基準に言ってるかというと、指定権者です。指定権者、一つの都道府県に都市計画区域を指定する場合の指定権者は都道府県だった。で、都道府県、この指定権者を基準にするとね、関係市町村だとか都道府県都市計画審議会っていうのはね、大変申し訳ないけど下、ね、都道府県を基準にすると下だから、下に対しては意見を聞くで足りるんですよ。で、逆に都道府県を基準にすると国土交通大臣は上だから、ね、協議してその同意を得るってこと。これ職場でもそうでしょ。部下に同意をもらうなんてないでしょ。部下には意見を聞くんですよ。で、上司には同意をもらうじゃないですか。これをフィルターとして使ってみてほしいんですよ。そうするとこの知識がスッと頭に入るから、下だから、いや、意見を聞くで足りるんだな、あ、上だからね、協議して同意までもらわなきゃいけないんだな、入りました ね、こんな要領です。いいですね。で、もう一回ちょっと左戻りますよ。で、続いて今度例外です。括弧2の指定に必要な手続きの今度2、例外、国交大臣が指定権者の場合、この場合にはあらかじめ、ね、関係、ここも北海道入りません、関係都府県の意見を聞かなければならない、ね、また逆に言うと意見を聞くだけで足りるようになってますんで、ね、これはこれで押さえておいてください。で、あとこの5条4項の右横にローマ数字の1番、ちょっとちっちゃくね、振ってありますけど、これが下の脚注に上がってます。で、この左側をね、さっき申しましたけど側注って呼びます。で、この本文の下ね、これ本文と言いますけど、本文の下、これを脚注って言います。
今後も脚柱って言ってきますから、よいしょ、ね、脚柱って言ったらこの下、本文の下ね、というふうにご理解ください、ね、でこの本文中のこういうねローマ数字ね、これ脚柱の方につなげるようにできてますんで、こちらでここはね、これですね、国交大臣が指定権者の場合関係都府県の意見を聞かなければならないよ、これに関連する知識なんですけど、ちょっとこれ細かいです、ちょっと一回見ておきますよ。でこれ関係都府県の意見を聞かなきゃいけない、国交大臣の場合ね。でこの関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめやっぱり地元の実情をよく知っている関係市町村と、あと学者先生のね、この都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないになってます。だから関係都府県が意見述べなきゃいいんですよ。述べないときはこんな手続きいりません。ただ関係都府県がね、国交大臣に意見を述べようとするときは、この関係都府県がいいですね、主体は関係都府県ですよ、関係都府県が関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないになってます、ね、ちょっとこれねちょろちょろと昔聞かれてます。これ平成13年の1問目、平成17年の8問目ってことで、ね、昔ちょっとちょろちょろと聞かれてますけど、ちょっと細かいですね、ちょっと細かい、ね、まあ、これは抑えられたらって形で結構です。したがってマークはしてません。いいですね、こんな形です、ですね。であとちょっと続けます。今度その下、今度2番基礎調査で、ここもねご覧の箇所しっかりマークして頭入れといてください、ね、ここは主体が都道府県です。都道府県は都市計画区域についておおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として、一定の事項に関する現況および将来の見通しについて調査を行うものとされるってことで、これ何言ってるかというと、上で見たようにね、都市計画区域に指定はしたと、ね、そしたらほったらかしじゃ困るよって言ってるんですよ。見直しなさいってこと。当然人口も変わってくるでしょ、ね、一定年数経てば当然人口も変わってくる、ね、これもう一回見直しなさいって言ってるんですよ。これが趣旨です、この6条1項の趣旨なんですよ。でこれじゃあどんな、ね、これサイクルで見直しをするのかというと、おおむね5年ごとに見直しなさいって言ってるんですよ。でちょっとこれね側中見てほしいんですよ、側中のポイントね。この調査おおむね5年ごとに必ず行う、しかし正確に5年ごとにきっちりきっちり5年ごとに行う必要ないよ、だからおおむね5年ごとで足りるよ、そういうことなんですよこれ、ね、でこれね条文見るとこの内容に対して正し書き、いわゆる例外がないんですよ。ってことは例外がないってことだから、これねこれです。必ずなんですよ。これです。ね、これ条文には必ず言葉入ってません。ただ正し書き、ね、いわゆる例外がこの条文に定めてないんで、だから意味は必ずなんですよ。だからここの側中の必ずって言葉。だからここね必ずって言葉入れて、この知識頭に入れとくと残りやすいです。残りやすい。だからこの見直しね、見直し一回都市計画区域に指定したらほったらかしちゃ困る、ね、この見直しは必ずやんなきゃいけない、必ずやんなきゃいけない。ただしきっちり5年ごとである必要なくて、おおむね5年ごとにやれば足りるよっていうのがこの意味です。これ正確に押さえておいてください、ね、ちょっと分からなくなったらもう一回この側中のポイントをご覧になってみてください、ね、おおむね5年ごとで足りるよ、きっちり5年である必要ないよ、しかしそれは必ずやりなさいよ、そういう趣旨です。いいですね、こちら、ね、以上ですね。あとちょっと側中いきます。こちら大きくしますよ。でここにこれですね、言葉の意味ってことで都市計画区域の一応定義が上がってます。でもさっきも言いましたけど、都市計画区域についてはこんな難しい言葉を覚えなくていいですよ。さっき言ったように、よいしょ、ちょっと前のページを戻りください。これですよ、この1ページの側中のコメントの ① まちづくりの場所、これが都市計画区域ですよって、これだけしっかり頭入れとけばいいです、ね、計画的なまちづくりをやっていく場所、これが都市計画区域ですよ、ね、これが都市計画区域だな、ね、これをしっかり頭入れとけば OK です。ただいいですか、ただちょっともう一回
あの2ページの方をご覧いただきたいんですけども、一応これね、都市計画区域とはね、ちょっとこのかしこまったね、ちょっと硬い表現一回見ておきますと、一体の都市として総合的に整備開発し及び保全する必要がある区域として指定された場所を言うと、ね、まあ、これが正確な定義なんですけど、さっきね、先ほど来申し上げている通り、これ自体ガチガチに覚える必要はないです。とにかく都市計画区域ときたら計画的な街づくりを行っていく場所いいですね。でそれプラスここでね、このアンダーライン引いた箇所が3箇所あるでしょ。これはキーワードとして一応覚えておいてください。この後この都市計画法を勉強するときに、これね、都市計画法を勉強するときに頻繁に顔を出すキーワードなんですよ。整備開発保全、これは一応ね、これアンダーライン引いてあります。これは覚えておいてください。いいですね。で整備っていうのはこれも名前の通りで、読んで字のごとしで、まあ、町を整えていく。で開発は、ね、これも読んで字のごとして新しく作っていく。じゃあ保全は、これは緑を守るってこと。でなんで緑が入ってるのか、やっぱり緑を守っていくのも計画的な街づくりだからです、ね、さっきやったでしょ、都市計画法っていうのは計画的な街づくりを、ね、行っていく法律ですよ、ね、緑を守るのも計画的な街づくりだからっていうことで、緑、これは覚えておいてください。保全ときたら緑です。いいですね。であとちょっとその下見ていただいて、で今度ポイントですね。このこれはね、右の都市計画区域の指定に関連する知識なんですけどね、この都市計画区域の指定については県境や市境などのこういうの行政区画って言いますね。行政区画とは関係なく指定できますよ、ね、これはこれで覚えておいてください、ね、この都市計画区域の指定っていうのはね、その町の広がりに応じて指定されるものなんで、必ずしもこういう行政区画によってね、こうやってね、あの分けられるもんじゃないんだって、そういうことなんですよ。ですから関係ないよ、関係ないよ、ね、行政区画と関係ないよ、これはこれで頭入れといてください。であとちょこっと細かいんですけど、その下ね、都市計画区域の指定、これ案です。案については公衆の縦覧手続きはいらないよ、こちらについてはちょっと細かいですけど、これはこれでちょっと軽く頭入れといてください、ね、都市計画区域の指定案、ね、こちらについては公衆の縦覧手続き、地域住民に知らしめる必要はないよ、ないよ、ね、これが公衆の縦覧手続きは不要だよの意味ですね。こちらはちょっとこれはこれでちょっと細かいですけど軽く頭入れといてください、ね、一応以上がこちら都市計画区域の指定のお話です。結構いろいろね、中身やりましたけども、いかがでしたでしょうか、ね、でこの後ですね、こんな感じでどんどんね進めていきますんで、ね、適宜あのプチッとね、あの DVD プレイヤーなりパソコン止めてね、あの書き込みとするなり、ちょっと考えるなり、ちょっとやってみてください、ね、別に全くこの私のこのね、あの話スピードに合わせてね、ずっとこう講義を聞き続けていく必要ありませんから、適宜ねプチッと止めてね、あのメモとか、あるいはちょっとこうどう見かな、ね、考えるとか、そういうのやってみてください、ね、それにそういう形でやっていかれればね、皆さんのペースに合わせた勉強やっていけると思いますからね、ぜひそういう形でね、しっかりやっていきましょうね。じゃあここで休憩入ります。10分間お休みください。はい、それでは後半の第3ユニットに行きましょう。ではですね、続けてこちらご覧ください。合格基礎テキスト2ページのこちら次、帯番号 1-2 ですね、準都市計画区域、こちらを見てまいります。でこの準都市計画区域ですね、ご覧の箇所はもうね、しっかりとマークして頭に入れていきます、ね、しっかりマークしてくださいね。こちらであとさらにちょっと側中、こちらもご覧いただきましょう。側中のコメントですね、都市計画、あ、ごめんなさい、準都市計画区域の例としては高速道路のインターチェンジ周辺、これは頭入れといてください。これも覚えておいてください。もっと言うと山のふもとです、ね、車運転する方イメージ、ね、持てるかなと思いますけど、山のふもとの高速道路のインターチェンジ、ね、あの辺りに、ね、この準都市計画区域が指定されることが多いです、ね、山のふもとの高速道路のインターチェンジですね。こんな感じで、こんなイメージです、ね、山です、ね、
山のふもとのインターチェンジ、ね、運転する方はなんとなく分かると思うんですけど、こういうね、大抵こういう山のふもとですね、このところにインターチェンジがあります。高速道路の、ね、いろんなお店が並んでる、そんな感じですね。こういうところに指定される、ね、ことが多いよということで、ね、山のふもとの高速道路のインターチェンジ、これがまあ準都市計画区域の例ですね。例です。でこれどんなものかっていうとね、これ準、頭に準がつくんですよ。さっき皆さんに、ね、お話をしたのが都市計画区域でした、ね、こちらで、それに対して、ね、今皆さんにご覧いただいているのが頭に準がついてます。準都市計画区域で、これねぜひしっかり押さえていただきたいんですけども、都市計画区域、さっき皆さんにねご覧いただいた都市計画区域、これやりましたね。計画的な街づくりを行っていく場所ですよ、ね、1ページの側中のねコメントでもお話をいたしました。したがってある場所が都市計画区域に指定されると、ね、そこはこれから計画的な街づくりを行っていく場所ですから厳しい法規制がかかります、ね、むやみやたらと道路とか作れなくなってくるんですよ、ね、厳しい法規制がかかる、ね、だけどこの図よく見てね、こういう山のふもとのインターチェンジのあたりっていうのはやっぱりね人が少ないです。人口が少ない。だからこういうところっていうのは基本的に都市計画区域は指定されないんですよ。指定されない、いいですね。でそうなるとどうなります？都市計画区域に指定されるんだったら今言ったように厳しい法規制がかかってね、好き勝手に道路だとか公園だとか作れなくなっていくんだけど、この高速道路のインターチェンジの周辺、これ人口が少ないってことで都市計画区域には指定されない。するとどうなるかというと、ね、乱開発の危険が高いんですよ。だから運転する方は分かると思うんですけど、結構ねこういうところにはね、あのラブホテルだとかパチンコ屋が結構ポンポンと立ってますよ ね、 ね、そういう乱開発がされる危険が高い。でそれを放置しておくと、ね、将来この一帯に人口が増えて、この一帯にね都市計画、この一帯を都市計画区域として指定しようとした時に手遅れになっちゃうんですよ。だからこういう高速道路のインターチェンジの周辺っていうのは都市計画区域には指定しないけども、代わりにこれです、準都市計画区域に指定するんですよ。すると緩やかな法規制がかかって、ね、ラブホテルだとかパチンコ屋が乱立する危険がなくなると、そういうことです、ね、このイメージで押さえておいてください、ね、ですからここキーワードが放置支障、ね、これが今私がお話した内容なんですよ、ね、ちょっと読んできますよ。都市計画区域外、ね、都市計画区域に指定されてるんであれば厳しい法規制がかかるからこんな準都市計画区域なんか必要ない。でも都市計画区域外です、ここ、ね、そうするとそのまま土地利用を制御し環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来、ね、人口が増えて、ね、一帯の都市としての整備開発保全、さっきやりましたね、整備開発保全、ね、支障が生じる。将来、ね、人口が増えてその一帯に、ね、都市計画区域として指定しようとするときにもう手遅れなんですよ。これが支障ってこと。だから、ね、そういう場所についてはあらかじめ準都市計画区域として指定をして緩やかな法規制をかけるってこと。したがってちょっと書きますよ。この上から読みますよね。都市計画区域ときたら、これです。厳しい、厳しいっていう字書いておいてください。厳っていう字、いいですね。でそれに対して準都市計画区域はこっちは緩いです。緩やかな、よいしょ、法規制、いいですね。このイメージで、イメージで都市計画区域は厳しい、準都市計画区域は緩やか。でも緩やかであってもやっぱり法規制かけますからね、乱開発の規制はできる、そういうこと、いいですね。こういう場所と準都市計画区域って言います。であとちょっと右いきますよ。よいしょ、これもねまたマークしちゃってくださいね、どんどんね。でこちら指定手続きですけども、ね、誰が指定するの？都道府県です。都道府県、ね、これ市町村じゃありませんから ね、 ね、
ちょっとこれも書いてみましょうかね。ね、市町村って書いて横にバッテンつけておいてください。そうすると、あ、これ市町村じゃない ね、市町村っていう引っ掛け問題出てますねって、これ分かるでしょ。こういう形でやっていくとね、行政法規結構ね、あの知識同時に押さえていきますからね。このそばにこういう知識書いて横にバッテンつけておくと、あ、市町村じゃないね、都道府県だね、これがね視覚的にも頭入ってきますから、ね、で、あと手続きですね。手続きなんですけども、ここね、都道府県関係市町村、都道府県都市計画審議会意見、なんかどっかで見たなとね、これ同じです。左の都市計画区域の指定権者の都道府県の場合と同じ。ただ国交大臣が出てきません。国交大臣出てこない、ね、で、これをちょっと整理します。この準都市計画区域の指定手続き、やっぱりこのね、下の図でいきますこちらね、ちょっと見てくださいね。一番右側です。今度準都市計画区域、ね、ここは、ね、指定権者すべて都道府県になってますんで、これはこれで覚えておいてください。で、問題はその次の手続きです。関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞く、ね、これはイコールです。同じだからもう無理に覚えなくていいでしょ。さっきのね、一つの都道府県に都市計画区域を指定する場合ね、ここので、この知識、これを右側の準都市計画区域に転用したらこれで終わりですよ。いいでしょ、イコールだから。じゃあどこが違うの。ここです。今言ったように準都市計画区域のとこでは国土交通大臣顔出しません。いいですね、顔出さないよ。これだけですよ。もうこれで頭入ったでしょ。じゃあなんで顔出さないの。だって左行きますよ、ここは緩い規制しかかけないからだよ。これで終わりですよ、ね、厳しい法規制かけるんであれば国交大臣必要ですよ。でも準都市計画区域はあくまでも緩やかな法規制かけるとこだから国交大臣顔出さないと、おしまい。いいですね、もうこんな要領ですよ。本当に勉強で、こうやると結構楽しいでしょ、ね、こんな感じでいろんな知識ね、こうやって使いながらね、あの覚えていきましょう、ね、で、あとね、ちょっと上戻ります。よいしょ、この3ページなんですけど、よいしょ、見ますか、プラスアルファ。これ結構ね、細かい知識、ね、こういうのプラスアルファとかによく載っけてますんで。ただこれね、まあ、最近聞かれてるんですけどね、これは後でやります。特定用途制限地域だとか特例用途適用地区、ね、これ準都市計画区域に定められるかって知識が平成29年聞かれてますけど、ちょっと細かい、これ後で。また特定用途制限地域だとか特例用途適用地区ね、これ勉強した後にまたね、ちょっとこれあの確認いたしますんで、とりあえずこれ置いといてくださいね。よいしょ、じゃあ次いきますよ。じゃあ今度続いて、よいしょ、あ、ごめんなさい、あ、またしました。あとこれも見とかなきゃ、ごめんなさい。この基礎調査、ね、これもぜひ左の都市計画区域と比較をしてみてください。明らかに違うでしょ。左の、ね、2ページの都市計画区域の場合にはおおむね5年ごとに必ずやるんだった、見直しをするんだった。それに対して右の、よいしょ、準都市計画区域のところは必要があると認める時で足りるんだった。明らかに緩いですね、緩い。なんでこんな違いがあるか、やっぱりこれですよ。準都市計画区域は緩やかな法規制かけるところだから、いいですね、頭入りました ね。じゃあ次、今度どんどんいきますよ。で、今度4ページ開けてください。こちらで4ページ開けていただきますと、今度帯番号が、よいしょ、2-1、ね、都市計画の内容になってます。都市計画で、都市計画って何でした。一応ここにね、都市計画とはまた難しいね、これ内容がここに上がってます。これ4条1項で規定してるんですよ。で、こんな難しいのこれ覚えなくていいですからね。さっき言ったように都市計画っていうのは町づくりのプラン、いいですね、都市計画ときたらね、町づくりのプラン、それを、よいしょ、やりましたね。1ページ側中のね、コメントの丸2でした。町づくりのプランだよ、こんな要領で
ね、こういう難しい言葉、難しいね、あの定義なんかね、あの覚えなくていいですから、こういう分かりやすいイメージに置き換えて頭にね、どん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 入れていってください。あとはこういうね、分かりやすいイメージをつなぎ合わせて、ね、またあの応用的な知識もね、あの抑えていきますから、ね、こういう分かりやすいイメージ、これは大事ですよ。都市計画区域ときたら、まちづくりの場所、計画的なまちづくりの場所、ね、こんな要領です。でちょっと戻ってください。でここね、ちょっと一回見ときますけども、この4条1項ね、この4ページです、4ページの帯番号 2-1 の、ね、この4条1項ですけども、都市計画とは、ね、ちょっと俺一回見ときます。都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用を、あと都市施設の整備及び市街地開発事業を、いいですね、こちら。でこれまたね、特にこの右側の都市施設の整備って何、市街地開発事業って何、後でやりますから、ね、ただこれね、やっぱり左が土地利用、土地なんですよ、土地なの。ちょっと書いておきましょうかね、これね。これ土地ね、この視点は持っててほしいんですよ、土地利用。もうこれ読んで字のことで土地ですよ。じゃあ右のね、この後また後ろの方で勉強しますけども、都市施設の整備および市街地開発事業って何かっていうと、勘のいい方分かったでしょ、ものづくりなんですよ。だからとにかくね、さっきも冒頭でお話しましたけど、とにかく都市計画法ってきたら土地かな、ものづくりかな、この2つに二分できるんですよってこと、ね、この視点だけここで確認すればいい。でさらにはね、また後で勉強しますけど、このものづくりのうちね、ものづくりのうち左の都市施設の整備、これは単発事業です。一個一個道路とか公園を作っていく、ね、また後で勉強します、また後で勉強しますけど、都市施設の整備ときたら単発事業ってイメージ、ね、また後でやります。ちょっとメモだけしといてくださいね、一個一個作っていく、ね、道路公園とか一個一個作っていく、こういうのを単発事業って言います、また後でやります。それに対して右の市街地開発事業、これはこれまた後でやります。こっちは総合事業って言います、総合事業、まとめて道路公園とかを作っていくんですよ、これも後でやります、ね、こんな感じで、ね、最終的にはね、これ見て、あ、そうだなそうだなって感じでね、こうやってあの理解できると頭の中スーッと整理できますよ。これが都市計画法なの、ね、また後で後ろ出てきますから、ね、ちょっとメモだけしといてください。であとねこの図はとりあえず置いといてください、ここね、ちょっと入れるとこなくて、ちょっとここにね、とりあえず放り込んだ感じですけども、これね、宅建やった方はなんとなくイメージ持ってるかもしれません。これ後でご説明します、ね、特にあの保持的地域地区っていうのは最後ね、これ勉強した後でご覧いただくと、なるほどねと、あ、こういう風なのね、すごくね納得するんですよ、目から鱗になりますからね、ちょっと一回置いといてくださいね、面白いでしょこれ。であとね、ちょっと左行きます、これもちょっとマークはしちゃってください。側柱のプラスアルファですね、こちら、都市計画区域には都市計画として以下の11種類を定めることができる、ここしっかりね、このアンダーラインとかね、マークしてくださいね。あとこのゴシックにねしてあるところですね、この丸一の都市計画区域の整備開発及び保全の方針、これマスタープランって言います、これマークしてくださいね。あと丸二の区域区分で、丸四の地域地区でちょっと飛んで、丸八の都市施設、丸九の市街地開発事業で、丸十一の地区計画と、ね、このゴシックにしてあるところね、ちょっと太字ね、このゴシックの太字にしてあるところはちょっとマークしておいてください、やっぱ試験で出ますね。で逆にこのね、それ以外のところね、この明朝体でね、これ表記してる、これはねあまり出ないんで、あまりそんな心配しなくてもいいです、ね、まあ、ちょろちょろとあって確認する程度なんで、とりあえずこのゴシックにしてあるところはしっかりマークしておいてください。この後しっかり勉強してきますから、ね、でちょっと上戻りますけども、これね、できるってこれ全部都市計画の種類なんですよ。で都市計画ってね、何回もね申し上げてますけど、まちづくりのプランでしょ、だからこれね選べるんですよ、選べるの、それゆえにここね、できるになってるんですよ、定めることができる、だから定めなくてもいい、ね、
だからその町によってね、その町づくりによってこれ要するにチョイスできるんですよ。チョイスできるの、選べんの、ね、だからもうちょっと言うとね、ここに上がってる都市計画っていうのはね、レストランのメニューと思ってください。メニューです。自由に選べんですよ、お客さんがどんな街づくりにしようかな、ね、だからここ松尾ができるようになってるんですよ。これ覚えておいてください、ね、ただ例外が一つあってね、この丸一のこれマスタープランって言います。都市計画区域の整備開発及び保全、これキーワードでしょ、さっき言ったでしょ、整備開発保全の方針、ちょっと丸しますよ、これキーワード、ね、整備開発保全、これもキーワードなんだけど、その上でさらにこの方針、ね、この方針ときたらマスタープランです、ね、この後右のページで勉強しますけど、まちづくりの方向性なんですよ。もっと言うと羅針盤、まちづくりの羅針盤で、これは絶対に必要でしょ。だからこの上にはねできるようになってるけど、このマスタープラン、丸一のマスタープランだけはできるじゃなくて定めなければならないんですよ。これこの後右のページでやります。これ例外です。他は全部できるです、ね、区域区分とか地域地区とかこれ全部チョイスできるよ。ただマスタープランはこれ街づくりの大事な羅針盤なんで、街づくりの方向性なんで、これは必ず必要だから必ず定めなくてはいけないってこといいですね。でちょっと右のページご覧ください。でそれがおいしょ、右の5ページですね、こちらの上に上がってますんで、これもちょっとマークしてくださいね。こちら帯番号 2-2 です。もうちょっとちっちゃい方がいいかな。で都市計画の方針ときたら今言ったようにマスタープランです。マスタープランこちら、ね、これもマークしてください。なんとかの方針ときたらマスタープラン、ね、街づくりの方向性、これは絶対必要なんですよ。だそうじゃなかったらこれね、もう本当にね、どこに進むのになっちゃいますよね。全然ね、もう風の向くまま気の向くままになっちゃいますから、これでは乱開発ですよ、ね、そうならないするために大きなね、まちづくりの羅針盤方向性としてこのねマスタープランが必ず必要ってこと。だからここです。都市計画区域については都市計画に次のような方針マスタープランを定めると。これ条文ではね、条文見るとあの表現は定めるになってるけど、意味はこれなんですよ。必ず定めなければならないっていうこと。でマスタープランについてはね、ご覧の種類が上がってます。丸一の都市計画区域の整備開発及び保全の方針で、丸二が市町村の定める基本方針で、あと下もう一つ下ね、7条の2で都市再開発方針等ってことで、一応3つあります。3つある。ただそのうち一応試験対策上丸一、これをしっかりと押さえておいてください。これはやっぱり一番聞かれますから。都市計画区域の整備開発及び保全の方針、ね、で丸2はこれ市町村ってことで、これは市町村レベルのマスタープランなんですよ。丸2はね、これで試験で聞かれるのは丸1ですね。こちら、ね、これをしっかりと、ね、これ都道府県レベルのマスタープランってことで、これはこれでちょっとね、丸1しっかり名前は頭入れておいてください。整備開発保全、ね、保全ってのは緑でしたね。やりましたね。で次で今度区域区分ですね。この辺はね、宅建やったよって方はぜひね、あの知識を思い出してみてください。もうまるまる宅建の知識と被りますから。区域区分でいきますよ。で市街化区域と市街化調整区域との区分ってことでね、これかっこいい区域区分のさめっところで、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、必要があるときは都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分、これを区域区分って呼んでます。この名前は絶対覚えちゃってください、ね、を定めることができるです。できる、これね。でこの区域区分、今言ったようにこの名前は絶対覚えちゃってほしいんですよ。ただこれ実際実務ではね、まあ、区域区分というよりもこっちの方が馴染みが結構皆さんもね、線引きこれですね。実務上よくね、これ線引きって言いますね。要するに都市計画区域の中をね、これ線を引いて市街化区域と市街化調整区域とに分けるんですよ。分ける、こんな要領です。ちょっとご覧ください。これです、下の図ね、これ左、これ都市計画区域です。このね、丸っていうかこれ楕円ですね。
これはちょっとべちょっとなってね潰れてますけど、この楕円、これ都市計画区域で、この中にこの線を引くんですよ。これ線引きって言います。よく実務上線引きって言います。ただ法律上はこれです、区域区分って読みますから。でこれちょっと気をつけてほしいのがね、本試験問題は条文の文言ね、条文で定められている言葉を条文の文言って言うんですよ、ね、この条文の文言通りの表現で本試験問題出してきますから。だから普段はね線引き線引きで覚えても構わないんだけど、本試験問題はこの区域区分って言葉で聞いてくるから、その点だけぜひちょっと気をつけてください。いいですね、線引き、ね、これは実務上線引きでも本試験では区域区分って言葉、いいですね、これ気をつけてください。でちょっと戻りますよ。この都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域とに分けること、区域区分することができるです。できる、これ気をつけてください、ね、これ皆さん足別ね後でやっていただきたいんですけどもね、あの足別やるとね、これ都市計画区域について必ず必要ある時じゃなくてね、必ず市街化区域と市街化調整区域とにね区域区分を定めなければならないっていう過去問が載ってますから、必ずじゃないよ、必ずじゃないよ、ね、これはできるだよってことで、これはこれでちょっと気をつけておいてください、ね、できるだよ、できるだよですね。こちらねですね、必要があるときで足りるんだよということでですね。であとそうですね、じゃあここでいう市街化区域と市街化調整区域ね、これどんなものなのかとかですね、どんなものなのかということで、じゃあそれが下に上がってます。これもね宅建やった方はぜひねその時の知識思い出してください。で宅建やってないよって方はぜひここでね覚えていってください。全然難しくないですからね。で市街化区域ね、これ一回見ておきますよ。すでに市街地を形成している区域、これ一つ目ね。でもう一つ、それがおよび以降です。およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ということで、市街化区域っていうのはね、この条文7条2項によるとね、厳密には2つあるってこと。2つある。1つがもうすでに市街地を形成している場所で、2つ目がまだ市街地を形成はしてないんだけど、これからね10年ぐらいかけて優先的かつ計画的に市街化を図っていく場所ね、この2つがあるよってこと。いいですね。で試験で出るのはね、もう圧倒的にこの後半ね、この及び以降なんですよ。だからここの市街化を図る、これがキーワードとしてね大事になってくるんで、これしっかりと頭に入れておいてください。であとこの10年っていう数字のね引っ掛け問題、あの本試験問題出てません。これを5年とか7年で引っ掛けたようなそんな過去問出てないから心配しなくていいですね。とにかく市街化区域ときたらね、これ市街化を図るね、こういうこの言葉しっかり頭に入れておいてください。でその真逆がこれです。市街化調整区域です、こちら。でキーワードが抑制、抑制、これ禁止じゃないですからね、市街化を抑制する制限するね、そういう場所、これ真逆です。市街化区域、市街化調整区域ね、これぜひちょっと気をつけて押さえてください。でこれだけだとちょっと分かりにくいでしょう。だからちょっとイメージを申し上げますんで、ちょっとメモする方はメモしておいてくださいね。でまず市街化区域の方ですけども、市街化区域ときたらね、ちょっとこういうイメージで押さえてみてください。ビルをどんどん建てていく場所、ビルをどんどん建てていく場所、だから当然ね乱開発の危険高いですよね。そんなイメージでいいですね。で逆に市街化調整区域、市街化調整区域、これは一応3つで、1つ目が基本的に建物は建てられないですね。で2つ目、できるだけ自然を残す。で3つ目、農業林業漁業をやっていく、ね、この3つ、これが一応市街化調整区域のね、まあイメージというふうに言われてますんでね、一応こんな形でちょっとメモする方はメモしてちょっと書き込んでおいてください。だから市街化区域ときたらね、一応キーワードはこれ絶対覚えててほしいんだけどね、これと合わせてビルをどんどん建てていく場所で、市街化調整区域ときたらね、この抑制って言葉はしっかり頭に入れておいてほしいんだけど、それと合わせてね、あの基本的に建物建てられない、できるだけ自然残す、あと農業林業漁業をやっていくね、これもねちょっと合わせて頭に入れておいてください。いいですね。でそうすると
上戻りますよ。さっき言ったように都市計画区域、これ都市計画区域ですから ね、この中を必要があるときはビルをどんどん建てていく市街化区域と、ね、そうじゃない市街化調整区域とに分ける、ね、2つに分けることができるよってことだった、ね、だからこれ必ずじゃないよ、ね、必ず定めなきゃいけないよ、ね、じゃないんだよ、さっきやったってことは、必要がなければ当然こんな区域区分しません。都市計画区域の中を区域区分なんかしない。それがこれですね。側中ご覧ください。でこれも正式名称ちゃんと覚えておいてください、ね、このポイント、まず上ちょっとこれはいいでしょう。必ずじゃないよ、これさっき申し上げました、ね、これ必要があるときだけだよってことで、で問題次なんですよ。この区域区分がされていない、要するに線引きされてない、そういう都市計画区域を何て言うかっていうと、区域区分が定められていない都市計画区域って言います。これしっかりと、ね、このアンダーライン引いたこれも正式名称です。条文見るとこのね表現で条文規定してますから、この正式名称で当然本試験問題も聞いてきますから覚えておいてくださいですね。でこれもね、これ実務的にはよくね、これも非線引き、非線引きって言い方しますね。非線引き都市計画区域、あるいは非線引きって呼びますけど、実務上はその呼び名でもいいんだけどね、何回も言いますけど、本番はね条文の文言通りの言葉で聞いてきますから、この言い回しね、これをぜひしっかり頭入れといてください。でこれイメージとしてはね、一応ここに載っけといたんですけど、人口数千人レベルの地方都市ですね、人口数千人レベルの地方都市にこの区域区も定められていない都市計画区域が、まあ、指定されることが多いと、ね、どういうことかというと、これ要するに線引きされてないんですよ。市街化区域と市街化調整区域とに線引きされてない。でどういうことかというと、これね、住宅街の隣に畑があり、その裏手に工場がある、そんなイメージで見てみてください。結構地方行くとそういうところあるんですよ。住宅街があって、その隣に畑があり、その裏手にね、まあ、ちょっとした工場がある、ね、そんな場合で、その場合こっちから向こうがね市街化区域で、こっちからこっちがね反対側が市街化調整区域っていうふうにね、こう線引きしにくいでしょ。みんな混在してんだもん。家があり、畑があり、工場があり、こっちからこっちが市街化区域、ね、こっちから向こうが市街化調整区域とか、なかなかその辺の明確に線引きしにくい、ね、だからそんなイメージでちょっとねここを押さえてみてください。人口数千人レベルの地方都市、結構建物とかねそういうのが混在 してるね、ね、住宅街の隣に畑、裏手に工場、線引きしにくいね、そんなイメージで結構ですからね。でそうするといきますよこちらです。整理するとね、この図です。この四角の中が日本と思ってください。私たちが住んでる日本です、ね、で日本っていうのは一応ここにも載っけといたんですけど、ね、ご覧のように5つ、これ正確に言うと都市計画法に基づいた場合です。都市計画に基づいた場合にはね、ご覧のように5つに分類できますよってこと、ね、これはぜひ頭しっかり入れといてください。いいですね。これ卓球やった方はね全然抵抗なくね頭はスッと入ると思いますけど、今回初めてねこの辺勉強されている方はぜひここはしっかりと、ね、頭に入れてください。ここは多少時間かけても構いませんから、大事な、ね、都市計画を勉強していく上でこれ非常に大事なベースになる知識なんで、ここは多少時間かけても構いません。でちょっと見ておきますと、ここね都市計画区域ってことで矢印が2つ伸びてます。要するに都市計画区域って2つあるんですよ。2つあるってことで、左側がこちらはね、これ区域区分の定めがあるやつで、右側が区域区分の定めがないやつです、ね、俗に言う非線引きってやつ。2つあるよ、2つあるよ、いいですね。でさらにはこの線引きの下、準都市計画区域、これもさっきやりましたね、高速道路のインターチェンジですよ、山のふもとのインターチェンジ、いいですね。でさらに最後5番目、それが左下、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域、例としては山奥とか無人島というふうに言われています。こちらだからこれね、ちょっとこれ印つけとくと、よいしょ、ここね、および以外、ね、このおよびって接続詞、ね、あと以外、都市計画区域と準都市計画区域以外なんですよ。これなんとかおよびなんとか以外ときたら、ね、これ例えば、ね、A および B 以外ときたら C なんですよ。 A でもない B でもない、
ね、残り C、 それがこの山奥無人島ってこと、ね、この言い回しね、なんとかおよびなんとか以外、これよくね法律で使うんですよ、法律の条文で。ちょっと分かりにくいでしょ、なんとかおよびなんとか以外ときたらね、 A、 例えばこれ A とか B に置き換えて、これ要するに A でもない B でもない残りの C ってこと、こんなイメージでちょっとこのね言葉慣れてってください。これはちょっと慣れですね。ね、これよく法律の条文とこういう規定の仕方よくしてますんで、なんとかおよびなんとか以外ときたら A でもない B でもない残りの C だね。でこれ一応例としては山奥無人島ってこうやって、え、無人島ってこれあるの？あるんですよ。日本って本当にね、やっぱ島国なんで周りにこんな無人島いっぱいありますよ。これね、一応頭入れといてください、ね、一応5つ頭入りましたね。こんな形でいかがでしょうね。たっけんやった方はね、ちょっとおさらいって形でご覧になっていただければ OK です。逆に今回初めて勉強するって方はね、ここの知識がこの後の都市計画のベースになりますから、ここはじっくりとね頭入れてってください。いいですね。じゃちょっと一息入れましょう。はい、それでは最後の第4ユニットに行きましょう。ではですね、改めてこちらのテキストをご覧ください。一番下ですね、この5ページ、合格基礎テキスト5ページの一番下に行きましょう。でこちら決定権者、決定権者ね、これ何言ってるかというと、当然今ご覧いただいているのは区域区分です。区域区分、簡単に言うと線引き、ね、これの決定権者、ね、これ誰が決定するの、ね、これは都道府県です。都道府県、ね、これはしっかりと頭に入れておいてください。市町村じゃありません、市町村じゃありませんから、ね、区域区分に関する都市計画は、ね、これは都道府県が決定するよということで、でやっぱりこれね、都市計画区域の中をこれ線引きして、ね、これいわゆるこれ区域区分やるわけですけども、これはやっぱりある程度これですね、広域的な判断が要求されるって言われてます。ある程度まあ、広い視野っていうんですかね、広域的な判断、ね、とすると市町村ではちょっと役不足、ね、市町村では役不足だから都道府県、都道府県というふうに言われてます。実際条文でこの広域的って言葉使ってるんですよ。都市計画法でも条文中この広域的って言葉出てきますんで、ね、広域的な判断が要求されるから市町村では役不足、したがって都道府県が区域区分の決定権者ってことで、ね、これ頭入れといてください。であとこのページの着中ですね、一番下で、これはねローマ数字の2番が振ってあって、これどこって感じでしょ。ちょっと一番上ご覧ください。これです、このさっきのマスタープランのところですね、6条の2の右横に上がってます。でこれは一回お読みになっとけばいいです。別にガチガチに覚えるほどの知識じゃない。ちょっと一回見ておきますよ。もうこれですぐ終わっちゃいます、こんなので。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備開発保全の方針、これマスタープランね、に即したものでなければならない。当たり前でしょこれ。そのためにマスタープランってあるわけだからね。だからこれも至極当然のことを言ってるだけなんで、こんなの一回見とけばいいです。ガチガチに覚えるほどの知識はないですね。ただ即したもの、即したもの、この言い回しはちょっと慣れといてくださいね、この言い回し。じゃあ次、今度6ページいきましょう。いいですかね。で続いて、よいしょ、今度テキストの6ページですね。こちら、これぐらいのが見やすいかな。よいしょ。で帯番号変わります。帯番号が、2-4、土地利用の制限ということで、いいですね。でここで宅建やった方はね、馴染みがあろうかと思うんですけど、用途地域っていうのが出てきます。ずらずらずらーっと、ね、で今回初めてねこれ勉強するという方もね、これもやっぱり大事な基本的な知識になりますから、しっかりと押さえていきましょう。でまずここね、括弧1の意義のところ見てほしいんですけど、土地利用の計画として地域地区を定めることができると。で地域地区で基本となるのが用途地域であり、これを補うのが補助的地域地区であるってことで、これ何言ってんのかなっていうとね、要するにこの地域地区っていう言葉が、これが上位概念なんですよ。上位概念、これ上に来て、でこの中が用途地域と補助的地域地区に分解できるよって言ってるんですよ。これ言ってます。
で分解できるんだけど、その時にこの用途地域の方が基本だよ、ベースになるよってことで、これを補うのがもう一つの補助的地域地区だよって言ってるだけです。だから名前が補助的です。何を補助するの？用途地域です。でこの2つを合わせた概念が地域地区だよって言ってるんですよ。だからこれね、ちょっと混乱しそうな方ね、これでちょっと押さえてみてください。用途地域の地域、補助的地域地区の地区、2つ合わせると地域地区。いいですね、頭入りましたね。いいですね。で問題はね、これじゃあそれぞれ用途地域あるいは補助的地域地区でどんなものなの、ね、これをこの後勉強していきます。共に重要です、非常に重要なんでね、がっちりやっていきましょう。でまずはこの基本となる方の用途地域、これを見ていきます。で卓球やった方はね、もうおなじみかと思いますけど、で今回初めて勉強する方もね、ぜひねちょっとこれね、しっかりと名前覚えていきます。今全部で丸13個あるんですよ、13種類で、数年前までねこれね12種類だったんですけども、こいつこいつって上から3番目、田園住居地域、これがね、これ近年新しく追加されたんですよ、法改正で、ね、非常に大きな改正でしたね、これね、田園住居。そろそろちょっと落ち着いたんですかね、結構ね他の国家試験でもね、宅建とかね、でも随分これね話題になりましたけどね、田園住居って少し落ち着いた感じですかね。こちらでね、これ一応この用途地域なんですけども、これね特に今回初めて勉強する方ね、住居系、ちょっと収縮がいいかな、太い方がいいか、住居系ね、あと商業系で、最後工業系ね、宅建やった方はまだご記憶にあろうかと思いますけど、でも忘れてね、宅建やった方忘れたって方もね、ちょっともう一回これで頭入れ直してみてください。で今回初めて勉強する方もね、これ用途地域ってね、全部でね、ちょっと田園住居が追加されて全部で今13個あるんだけど、大別するとこの3つに分けられるんですよ。まずこれは頭入れてください、ね、いきなりこれ名前から入ってくると絶対ね頭の中がごちゃごちゃになるから、まずは入り口でね、この大別すると3つ、住居系、商業系、そして工業系。いいですね、こうやってまず頭の中整理していきます。で住居系がご覧のように丸1の大指定層住居専用地域から丸8の準住居地域まで8種類ですね、8つ、ね、で商業系がご覧の通り、ね、近隣商業地域と商業地域の2つ、ね、で工業系が準工業地域から一番下の工業専用地域までの3つですね、で8つ2つ3つの全部で13種類と、ね、こんな形でまずね、ちょっと押さえてみてください。いいですね。であとはそれぞれのこの名前ですね、それぞれのこの名前、これをこの順番で、この順番が大事なんですよ。大指定層、ね、第二指定層、田園住居、あと第一中高層、第二中高層、第一住居、第二住居で準住居、ね、住居系8つ、この順番で頭に入れてください、ね、これなんでかっていうとね、もう宅建やった方はお分かりになると思うんですけども、この用途地域によるこれから勉強するね、用途規制っていうやつ、これ建築基準法で出てくるんですよ。でその時に今ご覧いただいたこの順番で名前が入ってないと、建築基準法で勉強する用途規制の内容が頭に入ってこないんですよ。でどういうことかというとね、いきますよ、この住居系8つ、今言ったように大指定層から、ね、準住居まで、この順番で名前入れてほしいんですよ。だから皆さんね、住居系の用途地域8つ行ってみてって言われた時にね、いきなり大指中高層、第二中高層って言っちゃダメなんですよ。必ず最初は大指定層、第二指定層から言えなきゃいけない。いいですね、これなんでかというと、一応ここね、ちょっと左の側柱のコメントをご覧ください。これいきますよ、これ用途規制っていうのはね、これ34ページです、建築基準法、これ建築基準法の中身なんですよ。こちらちょっと開けてみてください。用途規制、
こちらちょっと上の見えるようにね、これも都市計画法が終わって建築基準法です。でご覧ください、用途規制ちょっと印だけつけておきますよ。これ用途規制って言います。またこの時に詳しくやりますから。でご覧ください、用途地域ごとの規制、これを用途規制って呼んでます。用途規制でどんなものかというとね、今皆さんにねご覧いただいた13種類の用途地域ご覧ください。どうですか、大指定そこから始まってるでしょ。で一番最後が工業専用地域、ね、でそれぞれの用途地域の場所にどんな種類の建物が建てられるか、丸は建てられる、×は建てられないんですよ。こういうのを用途規制って呼んでます。用途規制だからいろんな建物当然世の中にあるわけだけど、どんな場所にでもね好き勝手にそれぞれの建物を建てられるわけじゃないんですよ。この建物はいいよ、この建物はダメだよ、そういうのがあるんですよ。例えばね、この表ちょっとずっと下降りていってほしいんですけども、下から2段目です。下から2段目、物品販売店舗飲食店の12階、かっこ中ね、2階以下かつ150平方メートル以内、ね、150平米以内、これコンビニを指してるんですよ。ちょっとシールつけますよ、コンビニです。でバッテンがついてます。これバッテン、これどこ、一番左側だから大指定層住居専用地域です。要するに大指定層住居専用地域にはコンビニは建てられないってことで、この後ね詳しく勉強してきますけど、じゃあこの大指定層住居専用地域って戻りますよ、これどんな場所かっていうとご覧ください、これ載ってます。このそれぞれの用途地域の特徴全部側中のコメント欄に載っけてあるんで、ね、また後でね復習の時にご覧になっていただきたいんですけども、これ高級住宅街なんですよ。高級住宅街いいですね。第一低層、次の第二指定層も同じなんですよ。低層ってことでこれ低い建物しか建てられない、当然日当たり良好ですよ、風通しもいい、だから高級住宅街ってことで、特にこの大指定層のね方、こちら高級住宅街では今ご覧いただいたようにこれコンビニも建てられないんですよ。すごいでしょ、私の家の周りコンビニだらけだけど、これ逆にコンビニ建てられないところなんですよ。私もこれ勉強した時に知ってすごくびっくりしたんですけど、こういうところで、こういうのを用途規制って呼んでます。用途規制、ね、そうやって計画的な街づくりを図っていってるんですよ、ね、こんな高級住宅街で何でも建てられるとなったら当然計画的な街づくりなんかできないでしょ。こういう高級住宅街で例えば変な話工場、ね、工場なんか建てられるなんて言ったら当然、ね、その居住環境なんてもうたまったもんじゃない、当然それは計画的な街づくりとも言えない。だから、ね、それぞれの用途地域ごとに建てられる建物と建てられない建物、こういうのを峻別してるんですよ。こういうのを用途規制って言って、詳しくは建築基準法の時にやります。でこの丸×をね最終的にこれ覚えるんですよ、覚えるので、そのためにもこの順番、さっきね話戻りますけど、この順番で用途地域の名前頭に入れてほしいんですよ。これはだからさっき言ったようにいきなり大市中高層とか言っちゃダメなのね。これ用途地域全部行ってみてって言った時にまず大市低層で、一番最後が工業専用地域、この順番で行ってほしいの。いいですね。また詳しくはこの建築基準法の時にやります。用途規制、用途規制ね。でちょっと戻りますよ。で今随分ね用途地域のお話もしたんですけども、改めてちょっと側中のコメントをご覧ください。で今ずっとね13種類の用途地域ちょっとざっとねご覧いただいたんですけど、この後ね具体的な中身改めて見ていきますけども、その前に用途地域、今ねざっくりお話をしましたけど、これどんなものかっていうと使い道を定めた地域のことですよ。当然土地ですよ、土地、どんな建物建てられるの、そういう話です。で次のアンダーラインのところね、これは絶対今回ですねこの講義の中で頭入れてください。また後で見ればいいやっていうレベルじゃないんですよ。もうはっきり言うとたった今頭入れてほしい、それぐらいの重要な内容です。いきますよ。用途地域が定められると
用途規制、今やりましたね、がかかって好き勝手に建物が建てられなくなりますよ。そうやってね、計画的な街づくりを図ってってんですよ。そのための制度が都市計画法で規定しているこの用途地域なんですよ。用途地域いいですね。これはぜひしっかりとここは押さえていきます。でちょっとこう上に枠があるんでこれ書き込みます。ちょっとここは時間かけます。もう非常に重要なところなんでね。でもう一回即中のコメント見てください。用途地域は定められると用途規制がかかるよってことで、ちょっとね丸でぐるっと囲っときますね。この2つ、用途地域、用途規制、どういう関係かなっていうことで、でここちょっとここ書きますよ。用途、用途地域、いいでしょ。でちょっと右側に矢印を引っ張ります。もうちょっとこっちのとこかな。そうすると用途規制がかかって好き勝手な建物建てられないよ、まあ、即中のコメントでご覧いただきました。用途地域を定めると13種類 ね。で用途規制かかって好き勝手な建物建てられないよ。でこれ具体的に言うと、さっきこの34ページでご覧いただいたように、例えば第一種低層、ね、ちょっと略しますよ、ね、正式名称は第一低層住居専用地域ですけど、ここちょっと略して、ね、ちょっとお尻削って第一低層としました。でさっき34ページの用途規制の表でご覧いただいたように、もしその場所が第一低層住居専用地域っていうこの高級住宅街に指定されるとどうでした。コンビニは、まあ、ダメって書きますね、はっきりね、建てられなかった。これですよ。これがここのコメントのこのロジックの意味なんですよ、ね、用途地域を定めると用途規制がかかって好き勝手な建物建てられない。具体例としてはその場所が第一低層住居専用地域に指定されると、ここ高級住宅街なんでコンビニも建てられなくなるよ。これがこのロジックの具体的な意味です。頭張りましたね。いいですね。これしっかりと押さえてください。このロジックはこの後都市計画法で頻繁に使いますから。用途地域が定められると用途規制がかかって好き勝手な建物建てられないということで、ね、でここでちょっと合わせてねちょっとお話しときますと、この左側の用途地域自体はご覧のように都市計画法で規定してるんですよ。いいですね。ところがさっき34ページでご覧いただいたようにね、この右側の用途規制自体はこれは何ていう法律、これは建築基準法なんですよ。これさっき皆さんにご覧いただきました34ページでしたね。こちらでした。これは建築基準法なんですよ。この丸×用途規制はいいですね。だからこのロジックは戻りますよ、2つの法律にまたがってるってこと、ね、だからこちらはちょっと簡単に略していくと、ちょっと簡単に略しますよ。こっちは都市計画法で規定してるよ、ね、それに対して右側の用途規制はこれ県にしますよ、建築基準法だよ。左これ都市計画法ね、こっち建築基準法ね、2つの法律にこのロジックまたがってるんですよ。だから結構ね、あの頭の中がごちゃごちゃになっちゃう受験生っていらっしゃるんですよ。いいですね。用途地域は都市計画法でもその結果発生する用途規制の効力自体は建築基準法で定めているっていうこと、これをしっかりと頭入れてください。いいですね。そのためにもね、この用途規制の表ね、これ頭入れるためにもさっき言ったようにこの順番、第一低層からね、最終的にはこのね工業系の工業専用地域までこの順番で名前を頭に入れる必要がありますからね、ちょっとここは時間かけて OK です。特に今回初めてね宅建やってなくて初めて勉強するんだよって方はね、この辺は時間かけて構いませんからね、ぜひこの辺名前順番通りこれ頭入れてってください。よろしいですね。こちらじゃあこの後ですね改めて
この中身ですね、じゃあそれぞれの用途地域どんな場所なのっていうのを改めてちょっとねこちらで見ていきましょう。でまず住居系8つのうちの一番最初、大師低層、ね、でこれも先ほど申し上げてますけど高級住宅街。ただねこの右側の内容、これ皆さんお読みになってみて、これ何言ってんのって何これって感じでしょ。これ都市計画法の条文に規定されてるんですよ。こういう全部こういう表現なんですよ。すごい抽象的でしょ、ね、でちなみに結論申し上げますと、この内容自体、ね、そんな神経質になる必要ないです、ね、別にこの辺で引っ掛けるような変な問題出てませんから、試験で出る内容この後、ね、皆さんにちゃんとお伝えしますんで。だからこれそれぞれのなんか抽象的な内容をご覧になってね、なんかもうこんなの分かんないよっていうふうにはならないでほしいんですよ、ね、これ条文が悪いですよ。もうちょっと分かりやすく噛み砕いて書いてほしい、これ、ね、でも試験では直接ほとんど聞かれませんから、あんまり神経質にならなくていいです。だから大師低層ってくるとね、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域って何のこっちゃって感じでしょ。だけでただ低層っていうのはさっき言ったように低い建物です。低い建物ね、だから日当たり良好、風通し良好、ね、そういう、まあ、非常に居住環境にね非常に、まあ、富んだ、ね、そういう場所ってことだから高級住宅街。この辺の ねイメージは難しくないと思うんですよ。でちょっと改めてこれね側中見ながら見ていきます。でまず大師低層ちょっと大きくしますよ。ちょっと左のねコメントとよく合わせられて見えるようにね、大師低層これは、一戸建ての並ぶ閑静な高級住宅街、いいですね。だからさっき言ったようにコンビニも建てられません。で次第2種、ね、第2種低層住居専用地、これもやっぱり一戸建ての並ぶ閑静な高級住宅街ですが、ここでは第1種低層と異なってコンビニが OK だよ、これが違うんですよ、ね、ここちょっとほっとしますね。あコンビニあるのね、買い物行けるのね、そんな感じですね。でねちょっとこちらの表を見てほしいんですけども、これ都市計画法の条文によると第二指定層の方はね、第一と違って首都指定が入ってるだけなんですよ。そうでしょ、首都指定で皆さんいかがですか。これ首都指定っていうのが入るとこれ意味内容どんな風になります。これ薄まるんですよ、薄まるの。もっと言うと規制が緩くなるんですよ。これそのイメージは持っておいてください。首都指定で足りるから、ね、規制がちょっと緩くなるんだな、このイメージは大事にしておいてください。いいですね。で次で今度3番目、田園住居。田園住居ね、これ近年の法改正でね新しく立法されましたね、追加されました。でねちょこっとこれもね申し上げておきますと、条文見るとね、条文見るとこれ実はこの第二指定その次じゃなくてもっと下、この準住居の次なんですよ。都市計画この条文見るとここに実はこの丸三の田園住居地域がね、条文見るとここに規定されてるんですよ。準住居の次なんですよ。次でもテキストではここに載っけてます、3番目。なんでかっていうとね、これはもう一重にね試験対策なんですよ。どういうことかというと、さっき言ったようにね、この順番で名前を覚えてくださいねって申し上げたでしょ。これはちょっと戻りますよ、さっきの34ページのこちら、よいしょ、この用途規制の表、これを覚えてほしいんですよ。でこの左から3つ目の田園住居ね、これ実を言うと左から2つ目の第二指定層と用途規制がほとんど同じなので、違うのが一番下だけなんですよ。またこれ建築基準法の時にお話をいたします、ね、あと右のページもそうなんですよ。ちょっと35ページの方もちょっとご覧になってみてください。こちらもやっぱり田園住居とあと左から2つ目の第二指定層同じ、ずっと×がね。だからこれこの用途規制の知識をねここで覚えるためには、田園住居はねこの準住居の隣右隣よりもこの第二指定層の隣右隣に持ってきた方がね、この用途規制のこの知識抑えやすいんですよ、圧倒的に。だからね一応試験対策ってことでね、田園住居は第二指定その隣に乗っけているよ、そういうことです、ね、一応その点ご承知おきください。だから3番目ってこと、ね、もう一重に本当一重にこれ試験対策です、ね、いいですね。でこの田園住居についてはね、ちょっと見ておきますよ。一応キーワード、ねまあ、これはちょっとマークしとけばいいです、これだけ、ね、これも非常に抽象的なね定め方ですね。農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域ってことで、ね、
まあ、これもちょっとこの農業の利便の増進だけちょっと気をつけとけば OK で、ね、ただねこの田園住居なんだけどベースはやっぱり低層なんですよ。低い建物しか建てられないってこと。その点で第一第二子低層と同じなんですよ。そういうのもあるの。だから3番目にここに持ってきてるってやっぱり意味はあるんですよ。そういう意味でも低層なので、一応ちょっと側柱見てほしいんですけども、よいしょ、3番目田園住居ね、これは都市部、都市部です。田園って聞くとなんか地方山奥とか郊外をイメージする人多いと思うんだけど、これ違うんですよ。都市部なんですよ。もっと言うと市街化区域です。市街化区域、ね、市街化区域でもこういうね畑ですよ。こういうところはね結構あるんですよ昔から、ね、でこういうところでね、だから農家です。農家で農産物直売所とかあるいは農家レストラン等 のこれ農業用施設って言いますけど、こういうものの立地を限定的に認める場所なんですよ。本来これ低層ってことでね、上の第一第二子低層だとね、第一第二子低層だとこんな農業用施設なんて建てられないんですよ。農産物直売所とか農家レストランとか、これらはそれぞれのこれ農家の畑で採れた野菜とか果物とかを使ってね、これ料理を作る、そういうのを農家レストランって言います。あるいは農産物直売所ってまさにこれ自分のところの畑で採れた、ね、果物とか野菜をまさに売る場所ですよ。こういうのを農産物直売所って言うでしょ。これ本来であれば第一第二子低層では建てられないんですよ。これ用途規制で、ね、だけどこの田園住居に指定されると OK なんですよ。もちろん一定の条件あります。面積要件とかいろいろね、一定の条件あるんだけど、ね、これが OK になります。それがちょっと先取りしてね、これも見ときますと34ページです。ちょっと何回もねちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけども、やっぱりこの用途規制のとこの一番下これです。物品販売店舗飲食店に2階がかつ500平米以内、田園住居地域では農産物直売所農家レストランの建築可能だよ、ここです。これがすぐね左隣の第二子低層と違うんですよ。ここだけ両者この違いは、第二子低層と田園住居の違いここだけなんですよ。他全部同じなの。だからさっきも言ったけど田園住居を第二子低層の右隣に持ってきたよ、そういうことなんですね。これまた建築基準法の時にやります。いいですね。こちらでこういうね田園住居がねこれ立法された背景についてはですね、ねこのテキストの、ね、都市計画法のお尻の方ですね、ちょっと見ていただきたいんですけど30ページです。ちょっと開けてみてください。よいしょ、ここですね。ここのコメントね、ここに長いでしょ私、ね、これ結構文章削ったんだけど、それでもねもういっぱいになっちゃいましたけどね、ここに載っけてあります。合格基礎的都市計画のお尻の方ですね、30ページね、こちらこれ次回やります、ね、ちょっと今回ちょっと時間ねもうありませんので、ね、この時にこの田園住居地域はね立法されたその背景について、ね、このコメントを使ってちょっと皆さんにざっとお話をいたしますので、ね、詳しくはちょっとこちらの方を参考にするようにしてみてくださいね。ですからちょっと戻りますよ。こちらの6ページについては本当にざっくりとこんな内容にとどめてます、ね、でずっと続けます。で次の今度4番目第一種中高層住居専用地域、これどんな場所かっていうと、これもご覧ください。ここは中高層のマンションや小規模店舗が立ち並んでる住宅地ですよってこと、ね、で次の第二種中高層、これはどんなものかというと第一種中高層住居専用地域よりはやや大きめな店舗や事務所などが存在し賑わっている住宅地ですよってことですね。で続いて今度第一種住居です。第一種住居地域、これが6番目ね。でこれは一戸建てね、一戸建て住宅とあと中古村マンションあるいは大きめな店舗やホテルなどが混在するところですよってことでね、戸建て住宅とかマンションこれはね入ってきますよ、ほとんど OK だよね。これが第一種住居で、第二種住居これがさらにもっとねこの規制が緩くなってカラオケボックスだとかパチンコ屋こういう店舗もね建てることがOK なんですよ、ね、であと今度今の第二今度最後ね住居系最後の準住居地域、ね、こちらはちょっと右のページご覧ください。ちょっとここは大きくします。これは比較的大きな道路、幹線道路です。片側三車線とかのねこういう幹線道路ちょっとイメージしてください、ね、こういう大きな道路沿いの地域で大きなパーキングがある大型スーパーマーケットだとかあるいは自動車のショールームですねなどと住宅、やっぱり住宅ですよ、
住宅とが調和して存在するところってことで、ね、こういう大型スーパーマーケットとか自動車ショールームなどと住宅とか、ね、こういう混在する場所ってイメージで見てください、ね、でその前の道路がこういう幹線道路です。幹線道路、幹線道路沿いの場所ってこといいですね。これが準住居地域ですですね。であとちょっともう一回左戻りますよ。今住居系ずっと見てきたんですけども、ね、ちょっとこちらこのマークしたとこですね、これ皆さん必ずちょっとね印はつけておいてくださいね、マークしておいてくださいね、これ試験で出ますんで。で今ざっとねこの住居系8つ、ね、この側中のコメント欄、ね、皆さんご覧いただきながら具体的なねイメージをちょっと簡単に見てきたんですけども、このあとちょっと試験で出るところ、これもちょっと見ておきます。でいきますよ。この住居系8つのうち、ね、頭に名前の頭に第2種がつくやつが3つありましたね。3つ出てきた。第2種低層と第2種中高層とそして第2種住居、3つある。いいですね。でこの住居系8つのうち名前の頭に第2種がつくやつは内容の頭に種としてがつきます。ご覧ください。第2種低層種として、第2種中高層種として、第2種住居地域種として、ね、さっき言ったように種としてがつくとこれ意味が薄まって規制がちょっと緩くなる。これでした。いいですね。こんなの聞いてくんですよ。こんなの聞いてきますからね、内容的にはね後でまた足別で確認してほしいんですけど、これですよ。こんな感じね、主として低層ときたら、あ、主としてがつくから第二したね。だからもしこのね主として低層住宅にかかるねうんぬんかんぬんとこの内容が問題文でね、本試験の問題文で第主低層の説明文として上がってれば誤りってことね。だから主としてがつくから、あ、確か名前の頭に第二子がつくよね。もうこれで問題すぐ解けちゃうじゃないですか。こっちもそう。第二子中高層、やっぱり内容の頭に人としてがつくから、もしねこの人として中高層住宅かかるねうんぬんかんぬんってこの内容が第一子中高層住居専用地域の説明文として問題文に上がってればそれは誤りってこと。これもそう。第二子中居も同じ。こんな問題しか聞いてきてませんから、いいですね。まずこれは住居権のところでしっかり押さえてください。名前の頭に第2種がつくやつ3つある、ね、この場合は内容の頭に主としてがつくよ。まずこれはしっかり押さえてください。よろしいですね。であと田園住居、さっき言ったようにね一応これはね農業の利便の増進、他出てこないんですよ。他の住居系の用途地域で農業なんて出てきません。出てくるの田園住居だけですから、ね、だからこれは特にこの農業、ね、これをキーワードとして一応これはこれで頭に入れておいてください。農業ときたら、ね、あ、田園住居だな、田園住居だな、いいですね。であと今度一番下、今度住居系用途地域8つのうちの最後の8番目、準住居地域、これは道路の沿道、これがキーワードです。道路の沿道ときたら準住居、ね、もし問題文でね道路の沿道うんぬんかんって書いてあるのに第二種住居地域の説明文として問題文に書かれてたら誤りってこと、ね、道路の沿道ときたら準住居で、ここの道路っていうのがね、さっき右のページでご覧いただいた幹線道路です。幹線道路、片側三車線等の、ね、こういう大きな道路を指してますから、いいですね。準住居、ね、幹線道路。だからキーワードが道路の沿道。この道路はね、幹線道路を指してます。頭入りましたね。いいですね。とりあえず住居系についてはご覧の内容を押さえておいてください。これで十分です。いいですね。であと次今度商業系工業系いきます、ね、商業系について近隣商業地域、あと商業地域、あと工業系については3つ、準工業地域、工業地域、工業専用地域、それをまたねちょっと右のコメントで見ていきます。ご覧ください。よいしょ。で今度ね近隣商業地域9番目、これはこの駅前商店街というのを覚えておいてください。これキーワードです。駅前商店街、いいですね。要するにこれ主婦の方が、ね、気軽にサンダル履きで買い物できる場所なんですよ。近隣商業地域、近隣商業地域、駅前商店街、そんなイメージで、ね、でちょっと左のページお戻りください。近隣商業、ここね、このキーワードがご覧ください。近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給ってことで、
日用品の供給だから、駅前商店街、駅前商店街、頭張りましたね。いいですね。近隣商業ときたらね、主婦の方が気軽に買い物ね行けるね、これサンダル履きで行ける駅前商店街だから、キーワードが近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給ねときたら近隣商業ね、もしこれ問題文で商業地域に結びつけてれば当然誤りと気がついてください。いいですね。この要領ですよ。とにかく名前と内容ね、名前と内容を結びつける問題しか本番で出ませんから、その時にこれご覧のそれぞれのキーワードを押さえるんですよ。そうすると名前と結びつくでしょ。こんなもんですよ、ね、であとをちょっと続けます。今度商業地域ね、商業地域10番これもちょっと右のコメントで見ておきますと、ね、これはもうね、いわゆる繁華街あるいはオフィス街もそうですね、繁華街でありまたオフィス街です。こういうのを商業地域って言います。一番にぎやか、ね、一番にぎやかです。そんなイメージで、ね、で続いて今度準工業地域、今度工業圏に入ってきます。でこれもね、しっかりここを押さえておいてください。環境悪化の危険な製品を製造する工場を除くです。除かれます、ね、やっぱり工業地域ってことでやっぱり工場が立つんですよ。だけど環境悪化の危険な製品を製造する工場は除外されます。建てられません。いいですね。だから例としてこれです。町の中の小さな木材工場あるいは印刷工場ですね、印刷工場、ね、そんなイメージで、ね、環境悪化の危険まではない、でも一応工場は工場で、そういう場所、これが準工業地域で、ちょっと左戻りください。そうするとこれキーワードね、主としてやっぱりこうなんですよ。環境の悪化をもたらす恐れのない、覚えましたね。環境悪化をもたらす恐れがない、だから小さな木材工場印刷工場だから環境悪化の、よいしょ、環境悪化をもたらす恐れがないときたら準工業地域、これで結びつけられるでしょ。いいですね。であとちょっともう一回右に戻りますよ。で今度12番工業地域、これはね大きな自動車工場をイメージしてみてください、ね、で最後の13番工業専用地域、これはもうね臨海コンビナートですよ。石油だとかもう煙突から煙もくもくのちょっともう住みたくないなそんな場所ですよ、ね、そんなイメージでこちらいいですね。で最後ですね、ちょっとこれをやってちょっと今回終わりますけども、よいしょ、今ね商業工業ね、この5つをざっとねこの即中のコメント欄でお話してきたんですけど、試験で出るところね、さっき近隣商業と準工業についてお話したんですけど、さらにちょっとね残りです。でやっぱりこの商業系工業系なんですけど、これ5つね、5つちょっと見てほしいんですけど、5つのうち内容の頭に主としてがつくやつがありますね。商業、準工業、工業、これがやっぱ聞かれるんですよ。いいですね。で覚え方言います。覚え方、商業系2つと工業系3つの計5つの用途地域のうち名前の文字数見てください。名前の文字数、近隣商業地域6文字でしょ、6文字のやつ、6文字のもの以外ですは内容の頭に主としてがつきますから、だから近隣商業地域は6文字だから内容の頭に主としてつかない。あと一番下、工業専用地域6文字でしょ、やっぱり内容の頭に主としてつかない。だから他のね6文字以外のこれ4文字でしょ、商業地域、あと準工業地域5文字、工業地域4文字は主としてがつくよ。覚えましたね。いいですね。こんな感じですね。とにかく名前と内容ね結びつける問題しかここは聞いてきませんからね、それぞれのこのキーワードを押さえて名前と結びつけられるようにしておいてください。よろしいでしょうか、ね、とりあえず今回以上といたします。結構ねいろんな内容を話しましたんでね、ぜひちょっとね今回初めてね宅建やってなくて今回初めて勉強したいという方はね、ちょっと一回プチッとしっかり止めて、でもう一回テキストを読み返してみてください、ね、この辺ちょっとあやふやにしたままねどん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 先に行くとねだんだん分かんなくなってきますんで、この辺ぜひじっくりとね、まだ暗記までできなくてもいいです。まだ暗記までできなくてももちろんいいけど、ね、ちょっと内容はできるだけね自分なりに理解しながら、ね、進めていってください。よろしいですね。じゃあ1回目以上で終わります。お疲れ様でした。